ああえー、皆さん、こんにちは。2018年5月の28日。えーっと、ああえー、17時2分です。夕方の5時だね。よろしくお願いします。今ね、ちょうどね、ダンカンさんの,あの、ダンカン塾のね、撮影が終わりました。ある北郷さんのチャンネルの番組の、帰ってきたところですね。 すげえ面白かったわ結構いい映像撮れてますよ楽しくなるんじゃないかな短観熟工事の音うるせえな なんかノイズがすごいななんだこれ何 <laughs> のノイズだえー、っと逆光なんだろうこれこれかなノイズがすげえ橋だないこれ。 明るいのかな おいそ,うそうお疲れ今撮影終わってきたよただいまお疲れ <laughs> 今終わってきた いいでしょ <laughs> なんか夢みたいだよねねえツーショット写真で、ね、ダンカンさんと <laughs> もう本当面白いのこれのことだと思うんだけどこんな感じダンカンさんと歩きたかさんねうん、なんかいいいいいいですねうん いやなんかいい,いい v t なんかこの収録がさ、うん、楽しいんだよやっぱね生放送の生主の喋り方ともうテレビの人って全然違うなと思った全然違う本番5秒前4321パでスイッチ入るね9でスイッチ入る すごかった、うん、俺もねあのニコ生の頃とか配信始める頃はすげえ緊張したんだけど結構ガーッと喋ってたんだけどね最近スイッチを切るように切るように切った方がなんか配信は受けるからなんかこうスイッチを入れないようにね訓練してたんだけどやっぱ綺麗に入れるねスパーッとプロの人は本番って感じ。 ダンカーさんのトークめちゃめちゃ面白かったもんすごかったよ太郎丸さんはどっちですアイテムありがとう楽しんでって。 なんか工事の音うるせえな。外 <laughs> しょうがないんだけど。げん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 工事やってるね。 配信にもこだわりがあるんだ、ね、確かに見せ方が違う気がするなんかねテレビの模倣みたいなことをずっとやってたんだけどテレビの模倣じゃね配信は受けないんだよねだからねうーん感覚として一番近いのは何だろうなやっぱバーカウンターに立つ時の接客みたいなノリが一番近いかもしれないな接客だねでその やっぱり接客でもかっちりマニュアル通りやる人もいればこう個人店のオーナーの味を出す店もあるじゃん。俺は後者の方を選んでるんだけどどちらかっていうとこう今こうコメントを書いてくれる人とどう向き合うのかとかどうやって会話を楽しむのかっていう会話に近いかな。だから何かをパフォーマンスするとか表現する っていいうやり方もには向かない YouTube だと向くんだよ。こう見るだけだから受け取るだけだから。で感想を書くじゃん。でもリアルタイムでそうそうそうコメントがあるから喋り方の根本が違うね。両方できる人もいるんだけど割りかし俺は両方できる方だと思うけどたまにスイッチ入れてるときはあるけどほとんど切るようにしてる。入れるとウケない。今日撮影したのはねえっ、ー、と編集が入るから 一週間後かな六月の頭ぐらい、頭って言っても六月7日ぐらいじゃない六月六日とか。一週間後一週間後じゃないね。もっと先だね。六月頭。まあ、六月七日ぐらいまでには公表されると思うけど。多分ね。まあ、六月の先だね。うん、公表は。 まあ、収録があって、編集があって、で、今度番組作りの時の会議にも出ないといけないから。大変なのよ。関わってる人が多いと。生主だとか YouTuber ってそのそその場でやりたいことができるけどさ、スケジュール合わせたりとか、もうすごいよ。先々。やっぱ1ヶ月前ぐらいから収録するのが普通だからね。これでもタイトにやってるぐらいだから。 リスナーさんが見れるのは6月の7日ぐらいかな頭ぐらいだってさそうそうさコメント拾わなかったら怒るでしょ「録画かよ」ってなるでしょだからリスナーさんとのコミュニケーションだよね俺らがやってるのは。 えー、多分そうだね。今、まだ、もう今回っていうよりも、まだ始まってないから。うん。だから、配信者は誰も会ってないよ。っていうよりも、俺、配信者っていうポジションで行ってないから、スタッフであってるから。うん。だから、なんだろう、配信者っていう、まあまあ、配信者とあ、ある北郷さんは、俺のことを紹介するときに、彼自身も配信者で、で、 まあ今回スタッフでっていう紹介をいただいて俺も初め,初めてっていうかまあ舞台は見てたけどダンカンさんのあの挨拶をしたのは今日が初めてダンカンさんとある北郷さんはね1回打ち合わせをさせていただいてるから23回会ってるお会いさせていただいてあるさんがめちゃめちゃあのよくしていただいてすごいもう勉強になるのにねあのなんかありがたい本当に。 なんかいい番組作れたらなーと思ってるおう全然忙しいんだからしょうがないじゃんみんなペースがあるんだよ大丈夫よなんかもう長くなってくるとさ5年やってるといやもう2年前3年前のリスナーで2年間見てない人1年見てない人とかざらにいるからみんな帰ってくるしうんあの大丈夫気にしてないつながってればいいじゃんつながってれば気持ちがつながってればいい だから、いつもお願いしてるのは、入る時に挨拶だけしてくれると嬉しいっていうことはお願いしてて、リスナーさんには。なんでかっていうと、挨拶さえしてくれたら、あ、今日この人いるから、こういうトークが、この人好きだな、とか、わかるわけじゃん。潜ってもらうのは全然いいんだけど、ワドツーって書いてくれたら、あ、今日この人いるから、今日この顔ぶれだから、こういう話しよう。あ、今日はこの顔ぶれだから、主婦税が多いから、まあ、下ネタ話そうとか、あるのよ。でも、ほら、俺らはさ、 そのコメント書いいててもらわない限り誰が見てるのかからないの、ね、だからたまにいるのよロムってて「何の話してんの?」みたいなそう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 来た時挨拶だけもらえれば落ちる時はね「スー」って書いてもらうのが一番いい、うん、あのね <laughs> 落ちる時はねそう「何も言わないです」ってさるのが結構マナーだったりする椎名さんはどっち 俺らの中にもほら、経験値としてストックがあるから、この人こういう会話好きだなっていうのは。だから、いつもその、ロムセンさんにも、まあ、一手間かかるけどさあ、こんにちはとか、ワードーとか、あの、見に来たよとか、一言もらうだけで、ね、全然配信のテンポが変わるんだよね。それはすごい大事なことだね。うん、この、放送を盛り上げるっていうことでも、 すごく大事なことだから何だろうな面白いんだよ配信の応援の仕方ってたくさんあって見るこ,見ることって実はその応援応援には間違いないんだけどあの配信者をねあの応援する方簡単なんだよ TwitterYouTube で「いいねボタン」を押すだけのワンクリックで本当に変わるんだよで。例えばさみんな まあさ例えばツイッターのフォロワー1,500人1,300人ぐらいいるんだけど例えばなんだけど1個の投稿に対して全く同じ内容の投稿なんだけど100いいね押されてる方と0いいねの方ってさ変わるでしょ見てる方の印象がごめんね浩次さんとうるさいよね <laughs> そうなんだよそう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 だからやっぱりあこの人100いいね押されてるから あのすごい人なんだっていう風になるだけで仕事が来るか来ないかとかもすごく変わるのよ。数字は正直だから。だから押してる配信者がいたら YouTube にいいねボタンを押してあげるとかコメント書いてあげるとかこれも応援なんだよ。その一つ一つの積み重ねがね配信者の人生本当に変わるから。 でもねなんかね多分ね今回の放送まあ編集が入るからどうなるかわかんないんだけど完成品は収録を見てる限りだとなんかネット民があれってなると思うねあれって、うん、要はさ前回香川さんがディスってよっさんがディスって石川竜生さんがコメント残して結賀さんもコメント残していてわーってそう弾丸塾がどうだって紆余曲折あったじゃん であれっていうの要はあのなんだろうな簡単に言うとさ前回のさダンカン塾って情報がなかったわけじゃん。でぶっちゃけた話今だから言えるんだけどダンカンさんもよく分かってなかった部分ってあったの。<laughs> 配信者が何なのかよく分かってない部分があったわけじゃん。だけどもうだいぶ話が進んでいってその 配信者がどういう人なのかってい人その今回はその一人一人の資料を見ながらそこに切り込んでいくわけですよ。で一人一人にメッセージをこうコメントをしてるわけだからすごい面白いと思うよみんなは。そのねえ便所太郎さんねるさん横山みどりのプロフィールをこうめくっていくたんびにこうなんかあるわけでしょ。でもそこは見応えあるんじゃないの なんか押してる配信者とかがさ、出たらさ、あダンカンさんこの人どう見るんだろうとか。で、まあ面白いのよ、それが。まあ面白いの。いや、あのね、正直言ってダンカンさんってネットめちゃめちゃ疎いの。<laughs> 正直言うとユーチューバーが何なのかもわかんないぐらいのね。一応ダンカンさんはネットはブログは書いてるんだけど、あの、 ネットに疎い人は。ある北郷さんはネットに親和性は高い方なのね。ある程度分かってるの。やっぱね、一般の人にね、配信者っていうのも伝えるのは難しいし。だから、ようやく、やっと仕事ができた感じだよね。配信者ってこういう人間ですよっていう。<laughs> こういう人たちですっていうのが今日伝わった感じ。で、その中でじゃあ誰選ぼうかっていう話になって。見たいでしょう だから今日も収録バーッてやってミーティング収録やってでそれがダンカンさんがちょっとね資料を持って帰ったんだよねで結構スタッフも意外な感じでああっていうすごいこうちょっと面白いのに乗ってもらえたっていうかなんかねその構成がね 要はダンカンさんダンカンさんダンカンさんってネームがは走ってるけど結局その番組のスタッフと演者っていう構成がリスナーさんは見えないわけじゃん配信者もよく分かってないじゃんダンカンさんが番組作ったから冠番組なわけでしょダンカン塾っていうでメイン MC なんだけど要はダンカンさんその後じゃあもうすぐもう移動なのよ あの映画の撮影で今映画のドラマの撮影なんだ連載だって言ってすごくタイトなの仕事がぎゅうぎゅう詰めの中でスケジュールやってて一個一個の企画の構成とか全部会議とかをやるわけじゃないじゃんタレントさんっていうのはあくまで演者であってタレント力っていうのはそこのわけじゃんだからスタッフが動くわけじゃんそのパッて来てパッてこうこうでこういうこういう流れですこうですこうですってなってあじゃあこういうコメントが欲しいとかそのカメラが回った瞬間の コメンントトのの開始でで勝負するのがタレントでしょ芸人さんでしょ、うん、で普通持ちかららないでしょだけどすごいなんかこうえー、ってあこの人はこうじゃないこうじゃないえこの人こんなことやるんだみたいなおーでまあまあうーんとねなんて言うんだろうその俺はさ配信者としてこう仲間たちなわけだ配信仲間たちそう彼ら そのダンカンさんがどう見るのかっていうのに注目してたんだけど静観をしてる感じなんだけど思った通りだったうんあ。こうなるんじゃないかなっていうのが思った通りで,で意外だった部分がこれ,これの凄さだ。もう多分あのねあのね要はなんだろうインターネットのもうここにいる人たちはインターネットのトークに慣れてるわけじゃん。 かるだけどまっさらの状態のダンカンさんが同じ土俵に出てある北郷さんプロの芸人さんとプロのダンカンさんが要は YouTuber 的なことをやるわけでしょ今回番組でこれがプロかっていうのが差が歴然とするから面白いよあなるほどってこれで飯食ってるってこういうことなんだっていうレベルの差がすぐわかるそれが面白い、うん、要は素人芸に見慣れちゃってるから ちょっっと特殊なな喋りんだよ俺らってそこのね差みたいなものはでやっぱりねケミストリー起こりそうなな気がするのなんかだってこさっきねトム池さんのところに電話かけたんだけどあのこれはね多分ここは話しても大丈夫な部分なんだけどトム池さんの資料を見てこうほん,ほんほんほんって会話の流れがあってまあそれは収録楽しんでもらいたいんだけどとあるシーンで「おばどうさん」って。 トム・っていう子に今電話できるトムソンイ,イケ池上さんに電話できるって言って面白いでしょで俺その場でトム池にパーって「あ分かりました」っつって「出ないの <laughs>」「出ないです」って「ああそうなんだ」出ないんだ」って言って「何?」って「和堂さんは全員知り合いなの?」みたいなでそれさっきトム池の枠で「ごめんさっきの電話ダンカンさんからだったんだ」っていう報告はしたんだけど これ出ててししかったよね俺らとしては、ね、だから収録,収録にそのダンカンさんとトム・ソウエイ池上さんのほが映ってたかもしれないっていう、うん、前の前あるさんバーガー5個ありがとう、うん、配信も面倒だから YouTuber とか行ったりしてるもんね配信中声かけられたらいやえ見え張ってるだけそれは YouTuber って説明しないと結局わからないっていうのが分かってるから俺らは配信やってるんですって言っても 配信って何ですかのくだりがもうめんどくさいの俺らはでも今 YouTube ライブっていうのが始まってるから YouTuber <laughs> ですっつってああんかやってる人ねっていう,もう市民権得てるからさそうそうそう,そう俺はあートム池持ってるなと思ったのプロフィール欄見てこの人と電話で話してみたいっていう風になるっていうのが面白いじゃんちょっと絡んでみたいっていうスピーカーでできるっていう なんかそれはすげえ面白い流れだなとか思ったよ、うん、あっ持ってるんだねなんかねでもちょっとワクワクしたよね俺はなんか配信中だったから出なかったって言ってた まあだから今回42名応募があって書類は42名分あるのよその中でね一体誰が受かるのかっていうのはこうみんなで楽しんでいってもらいたいよね書類選考ねえ 仮想生主の人でねこの放送見てる人とかいるのかな頑張ってもらいたいよねそれは別に関係ない受かってる受かってないっていう、まあ、42名の中から選ばれてるわけだから誰が入ってる入ってないっていう問題じゃないエルビンこんにちはちょっとねトム・ソーヤ池上 の喋りとダンカンさんの喋りっていうのは見てみたかったね、絡みっていうのは。なぜかトム池だけ電話してみようってなったの、流れもよく分かんなかったんだけど。なんかあるんだろうね。<laughs> 面白かったよ。 もうあの結構楽しめると思うよだってさテレビの人がさその例えばビートたけしさんとか、まあ、名だたるタレントの人たちがさその配信者こうだよねっていうことってないわけじゃんそれが意外だったのめちゃめちゃ一人一人に対して丁寧にさばいていくあの俺もっと雑になると思ってたの正直スケジュールがタイトだから そしたら結構ギリギリまで収録していただいて押したのいやもう資料一人一人これこんな感じだこんな感じだとかプロフィだからねプロフィールを雑に作ってる人はダメだよ <laughs> みんな適当なの配信者ねるさんだけしっかり作ってるのだから結局資料で判断するわけだから 書類だから離陸書なわけじゃん企業でいうところのみんなねなんか「飯雑」とか書いてんの得意な配信を教えてください「飯雑」終わりだったりすんの「飯雑ってなんだよ」って話だダンカンさんからしたら「飯う」聞かれるんだけど「飯雑って何?」みたいなあの「ご飯食べながら喋ることです」っつったら「うん普通だね」って言って <laughs> いやあのね全員雑なの要はもう バイトの面接だったら落ちる面接内容の、うん、そうでもうネルさんだけはしっかり書いてるの私はこういう何年目で配信ではこういうことをやっておりますでこういった配信で私は評価が、えー、まあ閲覧がこれくらいの数字があってこうでこうでこうでございますえ実は私の家族はこういったことでこうでこうでこうですっていうネルさんでそういうだからみんなペラ1なのよ だけどネルさんはあのなんてつうんだろうネルさんだけはね2枚になってたねでネルさんすごいなって思ったのがまあ内容は個人情報だからあれなんだけど写真がちゃんと宣材写真なのよでやっぱりあのなんてつうの食いつきっていうかああこの人男前だねとかもう写真でわかるでしょそのそうそうそう要は企業案件慣れてるっていうのがすごいわかるのよ だから要は簡単に言うと先行側がありがたいというか裏方の人スタッフの人とかこういう人たちが資料としてちゃんと成立してるのがねるさんだけだけ <laughs> 資料で100点だよそれはねやっぱりねスタッフのミーティングでもねやっぱねねるさん違いますねっていう評価だったであのダンカンさんの感触とかそのやっぱ全然違ったよあるよえ見せていいのダメな資料あるよ あるよ当たり前じゃん見せていいの42人っていうかもっと言うなら50何人いたんだけどエントリーは資料を書かなかったやつがいるからねあ見せていいなら OK 本人だからちょっと待ってえー、っとちょっと待ってね荒野なんかバックレたかんね <laughs> 荒野エントリーバックレたかんね、うん 卵味噌の資料は卵味噌これ <laughs> ふざけてるだろこいつだから荒野はだからエントリー入ってないよ卵味噌これもうさ意味がわからないじゃんダンカンさんこれ見てで中に書いてある内容が「チャリ旅風ワープ旅」意味がわかんないじゃん これまでの配信、人気の配信企画を書いてください。シャリ旅風ワープの旅って書いてあんの。唐揚げ料理配信とか。説明してないのよ。これさ、初めて全く知らない人が資料を見て、シャリ旅風ワープの旅って書かれてさ、なんだかわかんないじゃん。だから、はてなマークなのよ、これ見て。どういうことみたいな。で、その度に俺が説明するみたいな。あっ、和田くん、これどういうことみたいな。 あえーとですね、こいつクズですって言っといたこいつこいつリスナーさんから金もらって北海道から地方に行くって自転車で行くって言って金散々引っ張ってあげくえっ、ー、と <laughs> 散々引っ張ってあげくこいつフェリーで茨城まで行って茨城から新幹線で移動して反感買ってるんですよさ、いるよねそういうクズ」って言ってた「いるいるいるそういうクズ」って言ってたよ、うん、そう アルソンとダンガさんがいるいるいる」っつって <laughs> そうだからそういうのがふんだんにある VTR が撮れてるから、まあ、編集でどこがカットされるとか分かんなかったよ文字数限られてないよだから3枚4枚の人もいればもうペライチでなんかワープ旅風とかわけの分かんないこと書いてるとか雑なのよ配信者だからもうはっきり言ってもうだからそういうところで決まるよねっていう うん、公開日はね6月の7日ぐらいになるんじゃないか早ければ6月の頭ぐらいだけどまあまあ6月のあ6月だね6月の、まあ、1234567のどの辺でっていうでまあ一回編集が終わったらあのえっ、ー、と番組見てでどこの部分 CM にしてどこの部分本社にしてっていうその戦略のミーティングがあるからそこで最終的に自分は関わりますね。 収録自体は終わってるうん荒野プッシュもバックれたんだもったいないよね荒野受かったんじゃないの <laughs> なんか俺荒野期待してたからちょっと資料から名前が消えてた時ちょっと残念だったかな俺はうん楽しみにしてた一人だからうん アロイスいらっしゃい。ミーすけこんにちは。いや、会話駆け引きっていう。なんつうの会話の引き出しの多さみたいなものは生主はびっくりするんだい。ただ、同じ状況でカメラ回すだけで全く同じようになるっていう。まあ、ちょっと面白かったのが、ダンカンさんがカメラの方を呼び出して、今も見てるんでしょって言ってて。 <laughs> ダンカンさんは収録なんだけど生放送をやってる感覚なのよなんかコメントがちょっとずれたりするのが面白かった「うん今見てる?」っつって「見てないです」みたいな誰も突っ込まなかったけど「うん」っ、うん、つって <laughs> だからねダンカンさんはまだそのインターネット生放送とか YouTube の概念がよく分かってないそこが面白い みんなは誰推しなの?ダンカン塾「塾小島グランプリは」はまあ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 、まあ、ジ島グランプリもう,うん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 いやー早く見せたいね楽しみでしょいや夢があるよ夢がある。 俺は早く活躍してほしいうん弾丸塾推しいないんだ弟子の解放 <laughs> うんでもさう宝になるよね YouTube の動画に残るわけだからはい解放お疲れねえあの自分がいじられるわけでしょ、うん、いいと思うよ 俺だから羨ましいなぁと思って <laughs> いいなぁって思ってたもん俺もいじられてーみたいな公開日いやいやさっきも言ったけどいやあのね結構ざっくりやっててえっとねえっと六月のツイ早くて一日だけどまあないね6月の7日までにはまあアップしたいっすねみたいな あれだねあの聞いたんだけど昨日プッシュなくなったんだね完全になくなったんだねプッシュねなんかねまあプッシュの話題結構出たんだけどミーティングでなんかみんなああ洗濯物時ってなうんだから6月の7日までにアップされると思う編集が入るから、うん、一応あのオフレコトーク言い過ぎだからダンカンさんが <laughs> カットしないといけない これダメだっていうオフレコトークばっかりあるから切らないといけないのよ <laughs> 面白かったよだから生でそのトークが聞けるっていうかもう裏話だからね完全いやあの芸人さんとか話すのよ舞台とかではガンガン攻めるんだけど過激なことやるんだけどテレビとか YouTube とかで話せないじゃんその <laughs> ダメでしょだからうまくごまかさないといけないから そう,そう,そう,そうだからこの前のある北郷さんのライブなんかもうハチャメチャだったよはっきり言って <laughs> こんなのってこれマスコミ入ってたらやばいっすよねみたいな話ばっかりだったもんだから生生の舞台にハマる人っているじゃん芸能人の追っかけで舞台必ず行くってあれがよく分かった、うん、もう要は2になっちゃうの舞台に行くだけで やっぱ切り切替えるよねねトークの内容を、ね、あのメディアによって媒体によってネットがいくらね緩いとはいえ一応ねいろいろあるからね、うん、炎上したくないし <laughs> まあでもなんか貴重な絵が撮れたかなみたいな。 マイクつけますあのよくあるこれね,これね音声くださいすげー緊張するよねピンマイク ありがとうございます。特命さん、クール花火ありがとう。ありがとうございます。誰がどうなるかなあ、そうなの収録あるのお店の取材かな多分。 あ、テレビってこうなんだって勉強になるよね。ほぼ言わされるよね。<laughs> ふん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 。あ、じゃあこう言ってくださいっていう。あとさ、あの、あれが好きなんだよね、テレビの。俺、テレビ結構収録見たことあるから分かるんだけど、あの、止まるの、芸能人が。それでは皆さん、続きは CM で。あ、はい、OK ですっていう、この間が好き。<laughs> って顔作ったり。 はいオッケーでーすっていうさあの本当に露骨にこう作るよとか <laughs> もうねなんか普通じゃないのよテレビってやっぱ舞台なの TB ショーでしょ元もともとだからあそこはセットで舞台だから劇団なんだよねだからそういうのが上手い人がやっぱタレント力だと思うよ 生主はだからラジオが一番近いけどラジオともちょっと違うよなあとやっぱやること作業量が多いからねカメラマン音声演者台本書く全部やるからでもバランス力高い人じゃないと配信者はなれないよね メイクとか動乱とかは塗んなかはうんでもまあ普通動乱塗るよねメイクっていうか動乱って言ってその顔のコントラストとか上げるから要は潰すんだよね毛穴をこうやって、うん、で照明ガーッて当たるからそうそう,そう動乱は普通塗るんじゃんどこのスタジオでも。 あとはもう蓋開けてみないとわかんないな次が本番じゃん俺は胃がキリキリするよなんか配信者が堂々と面白くなるのかどんズベリするのかもうこれは配信者を信じるしかないじゃんわかるなんかミーハーな感じのなんかテレビの素人っぽくなっちゃうのかそれともドンとそのタレント力ある感じになるのか ここは俺は不安材料だけどもうがっつり攻めてほしい演者側の配信者の人には未だにコビ打ってくるだから昨日媚コビではないけどヒカルんとオドレさんと飯食った時にはヒカルんから結構「あのどうなんすか?」みたいな「プッシュなくなっちゃったんですよね」みたいなお「結構興味あります」みたいな,なんか 教えてくださいみたいな別にコビ売ったわけじゃないんだけど光くんが売ってるわけじゃないんですけどなんか出たいっすねみたいに言ってもらえてうんいや受かってほしいっていう話はしてドルさんと光くんもエントリーはしてるからでまあダンガンさん決めるからって「そうっすか」みたいな「そうっすね」って言ってでもなんかいいっすねーって言ってた。うん いいよっていうねるくんねあのなんか面白いからねうんいやもうだから収録終わったっつうの <laughs> お前がどうなったか知ってるんだよ俺、うん、今コビ打ってどうすんだよ、うん、そもそも俺にコビ打っても決定権ねえわドレさんが選んだ写真どんな感じやいやまああのあれでしょこれでしょここでしょ狂筋でしょ <laughs> いつつものやつでしょ、うん、要は筋肉アピールなんだからそれしかないんだから<笑><笑>もう見なくても大体想像つくよ、うん、でもねまあ YouTube のさ動画とかさキャプっていい思い出になったな卵みそな <laughs>、うん、いあんな50代いないよね 何これ初見で見たらやっぱでかいよ毎回見ると思うもんね家の前おおありがとうアロイス国内旅行ありがとう新幹線ありがとうまあやっぱねパッて街に立ってるでかってなるねもうプロレスラーみたいななんか何やってる人ってなるよもう慣れたけど慣れたけどやっぱねのんちゃんとこの前ドレさんと3人で飯食った時もドレさんいたーって言ってでかいって言ってたのんちゃん ドレさんでっかいでもなんかねあのアンチっていうか反対派の人がに見てもらいたい部分はあるかななんか弾丸色なんかつまんないとか言ってる人ほど「あれ?」って言うと思うよ多分。 うん、それはねちょっとねあると思う今回そのなんだテレビのやつらがシャバーラしやがってみたいな空気あったじゃんあの人たちがあれみたいなまあ和ドが言ってたってこういうことかみたいななると思うねこれはああこういうノリなんだみたいな。 あそうすごい前乗りホテルの内容。いや、今、超忙しいんだよ、ダンカンさん。すっごい忙しい。なんか映画かドラマの撮影かなんかじゃなかったっけ、うん、すごいタイトだよ。うん、あ、シャバ嵐みたいなこと言ってたでしょ、うん。全然。全然ない。我々スタッフ一同も含め全然ない。 第2弾第3弾で続くね番組になるといいと思うんだけどいきなり発信されたらっていうか別にだってインターネット配信って誰でもできるのが売りなんじゃないの誰でもやっていいじゃんって思わないなんか芸能人が配信すると必ず俺らの島荒らすなみたいなこと言う人いるよね別に芸能人がやってもいいでしょ 思わない格闘プロ格闘家もやっていいと思うしで面白いやつは面白いし面白くないやつは面白くないっていうただ今回俺はミソだと思ってるのが複数人のやっぱ構成の人とかいろんなスタッフさんを交えて番組を作るっていうのが俺の中のテーマだったのであの要はタレンントさんんがピンでやっっってる芸能人の配信はいっぱいぱあったわけじゃんそうじゃなくて番組を作るっていう概念なの で、そこに参加できたっていうのは俺の中でそれをやりたいと思ってたしやっぱりねあの生主やってて思うのが一人の限界っていうのを常に感じるわけ一人で何かをやってるよりも分業でやった方が絶対面白いものが作れるっていうもちろん余計つまんなくなることもあると思うんだよ人によってはただ面白い人が面白いものを作るっていうのは絶対あると思ってたから だからつまらなくなるか面白くなるかっていうのはあの全員のねそのまあテレビでも面白いのつまんないのあるわけじゃんそこは勝負だなと思ってて本当に面白いものを作りたいね どうなるんじゃろうかだからなんだろう香川さんとかに「えー、おもろいじゃん」って言われたいよね。その香川さんとよっさんが否定的だったわけでしょ。 だから、この2人が面白いなっていう風になったら、ちょっと待って、ダンカン族のブログに、ダンカン族の資料出てるじゃん。あれダンカンさんのブログちょっと見よう。え、なにこれこれダンカンさんのブログなんだけど、ダンカン族エントリーの資料出てるね。ほら、だって書いてる。おお、どんな内容かちょっと見てみようか。お。 っていうか早くねえー、ワクワクするんだけどえっ、ー、とある北郷の YouTube の番組「檀冠塾」の書類審査を取ってきました檀冠、えー、塾への入,入塾起病者希望者が40人超えにはびっくり希望者のプロフィールの中には池で亀を釣りしてそのまま食った人とか <laughs> 池でカメミドリガメを釣りそのまま食った人とか人生捨ててでもくだらないことをさせてくださいとか刺激のない生き方ができないものがほとんどでした <laughs> 刺激のない生き方ができないものがえ刺激のない生き方ができないものがほとんどでしたそんな人々が俺の指令を受けたいんだって俺は教祖かって、うん えーと人数を絞り次は面接の二次審査です書類審査で落ちた方俺を恨んで刺さないでよマジマジこれは絶対に刺してねえと振ってるんじゃないからねそれを終えて虎、えー、太郎の夕飯のロールキャベツを作っておいて映画の前乗りで地方に行きますうん社長暇なので以前泊まった息を止めたホテルにしば,し,ばし皆さんをご招待しましょうあはは ブロガーなうわすごいな。うん <laughs> うん、おおダンカン塾ブログこれはねカメ食ったの誰のことかなって俺らは分かるよね。ねこれねあのっていうようにメディアミックスメディアミックスなんだよアロイさん風船ありがとうこれあの配信者の場を荒らしてるんじゃなくてダンカンさんのファンたちにも配信者が広まるから俺らが狙ってるところってこういうことなのよ。 で配信者の持ってるお客さん要はリスナーさんとダンカンさん要はたけし軍団のファンの方がクロスするとここでスパークが起こるわけじゃん閲覧の。で一般の人要はダンカンさんを知らない世代の人ダンカンさん昔ファンだった人ある北郷さんのファンとかが全部ガーってなった時に俺らが次に狙ってる部分があるっていう多分そこでブワッて話題になった時に。 今度業界の人の人目に止まると思わないそうだから俺らは初動の動きだけをみんな見てるの要は配信者のリスナーさんは配信だけのことを言ってるじゃん。でダンカンさんのファンの人はダンカンさんのファンで、ね、配信者ってどうなのっていうお互い反対意見はあるわけじゃん肯定的な意見もあるけどだけどここがクロスすることによってもしケミストリーが起こったらもっと広がる。で業界でそそんだけでそこに ずーっとある北郷さんはたけしさんの側近なわけだから報告がいってるわけじゃんこういうこと今やってますよダンカンさんとこんなことやってますよっていうでしさんはもう把握されてるわけよでたけしさんのなんかがあったりした場合っていうのはブワッていくわけじゃんだからそこに配信者が携われるっていうのは俺は夢があると思うけどなうんうん そこはね面白いでしょ <laughs> でもすごいねダンカンさんの頭の中ではカメ食った人っていうのが印象的だったんだろうね <laughs> 緑ガメ食ったやつがいるっていうのが印象的だったってことでしょやっぱインパクトでかいありがとう元気だよ特命さん宇宙旅行ありがとうありがとう久々来てくれたの ありがとう元気だよ。誰だろう。おお、久しぶり。どうも。一般人と業界でもシンクロケミスト起こってる。配信でそこをどう拡張してくれるか。俺はね、配信はきっかけになると思ってて、俺はね、理想は、なんか、正直言うと、これをきっかけに、売れる人、売れない人、もともと売れてる人って、いろんな人がいると思うんだけど、あのね、 えーとミーティングでもねその話題になってて結局、えー、ときっっかかかかけををつかめるかどううていう話をしたこれどういうことなのかっていうと,、えー、と例えば「アイノり」っていう番組があったりとか「ガチンコファイトクラブ」とかいろんな番組素人を扱う番組ってあるわけじゃんその中でも後々売れた人とかさ「マネーの虎」とかもそうでしょ「あの人すごかったねすごくなかったね」って蓋開けても分かんないんだよ俺らって未来は読めないから。 だからそうじゃなくて積極的にやっぱ攻めてもらいたいの配信者にもそう,う思い出を作ってもらいたいしこう青春を作ってもらいたいしで後々いい経験になったねっていうような熱い作品を作りたいのよ、うん、その面白かったよねあの時代は番組作ってた頃はっていうだからさ俺らさやっぱり電波少年とか見ててもさあの時代良かったなって思わない あめちゃめちゃだったよねみたいなでも面白かったよねっていう後にそう呼ばれるようなものを残したいんだよねうーんそうで今何がやっぱいろいろ課題があるかっていうとさ何かさネームバリューがすごいけどやっぱり俳優さん監督のイメージとか構成作家のイメージって言って現場のタレントさんの動きとして見てる人若い人は知らないわけ40代とかダカズさんテレビ見てたけれども 要は20代の子とか10代の人っていうのはさ「そのダンカンバカ野郎」っていう言葉は知ってるけれどもダンカンさんがどういう芸風なのかとかを知らないわけじゃん。で40代の人もだからその40代と10代の人が同時に楽しめるのか,か40代の人は多分ウケると思うの俺は。いやダンカンさん懐かしいとかさ面白い懐かしいだと思うの。そうじゃなくて 20代10代の「えダンカン名前聞いたことあるけど」みたいなこう冷めてる人を「こっち来いよ」みたいな「そう面白いだろ?」みたいなこう乗にならせるっていうかそうダンカンさんのい,いいところある北郷さんのいいところを全部出すみたいなのはずっとそのどういう風な展開をさせていったら面白くなるのかっていうのはずっと考えてること。 面白いのは間違いないわけだからプロでお客さんが集まってるわけだからメディアに出てるわけだからそう,そう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 だからその面白いところをどう切り取ってどう表現するのかっていうのは制作側の考え方だから,だから面白さをさどう面白く伝えるのかってやっぱあるのよ。うん なそういうのは面白いやっぱり、うん、ねえ深夜ラジオとかもねめちゃめちゃ楽しいよねなんて言うんだろうだから全く予期せぬ人が断崖塾っていうツイートとかがあったりしたら俺は勝ちかなと思ってる。 Twitter とかで全くその配信者のリスナーでもないたけし軍団でもなくてなんか高校生の Twitter とかもうフォロワーとか全然いないような誰だかもう関わりがないような人が「弾丸塾超ウケる」とか「面白い」っていうそのネット上のレスポンスがあるかどうか SNS で。っていうのはこう見どころかなと思ってるかな。 どうなどうなるんだろうなーっていうオールナイト日本ね面白いよねあとはねこのテンプレートその弾丸塾っていうシリーズをさうまく育て でいけるかかどううっていうところだよねダメになっちゃったらもう一回でおざんになるわけだからプッシュの二の二になるわけでしょ要はトラブルがあってダメになったっていうわけじゃんプッシュは。たけし軍団のドキュメンタルうんとねドキュメンタルではないかなドキュメンタルの企画ってあれバトルロワイヤルでしょ簡単に言うと。 面白いプロの芸人を箱詰めにしてこの中で殺し合いをさせお笑いご殺し殺し合いをさせようっていうバトルロワイヤル方式なんだけどうんとね何が違いかなえっ、ー、とねある北郷さんのイメージはファイトクラブみたいな番組をやってみたいっていうイメージが強かった多分ある北郷さんの構想ねあるさん側あのー、なんていうのかな うん、なんか一個の企画まあ,あのお笑いファ,あのファイトクラブはさ格闘技なわけじゃんで竹原さんがいて国分太一がいてでその竹原さんをメインにこう無理してしごいていってこうドラマが起こるっていうでその国分太一がこう頑張ろうとかいうポジションでしょ。うん、うん、プッシュはダメでしょう <laughs> あれはなんか、うん、俺はあんまり。 全然面白くなかったプッシュはだから深夜帳剣でテレビ番組じゃないよ。ライブでやる。ライブじゃない。えっ、ー、と、YouTube でやる。俺は一応だから、えっ、ー、とあー、外部スタッフだね。アドバイザースタッフっていう立ち位置。なあ、あの、裏方。うん、俺は演者じゃないよ。 だから悔しいよ自分が出たい番組を企画して完璧だと思って超出てえと思ったら出れないんだから。具体的には何をしちゃうかっていうと今日選考があったんだけど、えー、と番組作りはずっと関わってんのよ。もう段階職の構想の前段階からあの携わっていてで番組できますよってで企画何ヶ月もねって番組のスキームができましたじゃあ行きましょう。 僕配信者としてエントリーしますって言ったらストップがかかって「いやダメです」と「関わりすぎてるから不正行為になるからそしたらリスナーさん怒るでしょ」うって「そうですね」って「しょぼーん」ってまあ裏方で番組作る側で一緒にちょっと関わってくださいよ」って言ってもらえて「ありがとうございます」って言ってでまああるさんとのミーティングある北郷さんとのミーティングとかあとまあライブとかお邪魔したりとかで今日の撮影っていうのは。 簡単に言うとある喜多川さんとダンカンさんは配信者のことわからないわけですよだからあのー「これどんな人?」とか「この人のこの人何?」っていう「<laughs> 男女?」とか「男です」みたいな <laughs> えっとねえっ、ー、とツイッターでツイッターで検索はね「えー、とダンカン塾」って検索してください ツイッターで男冠塾って検索してください。なんで俺が出るんだよ。そうすると、この、これが、えっ、ー、とね、これが出るはずなの。これ探して。男冠塾って。これが、あの、男冠塾の。フォロワー増えてきたね。230人。で、ここに YouTube 貼ってあるから。ここ。この YouTube ですね。YouTube で男冠塾でも、これ。これが公式。男冠塾の。 誰配信者って書いてあるでしょ、うん、これここで見れます単管塾は、うん、書類選考自体はえー、と42名書類書類をちゃんと書いた人が42名この中から今回選んだそれの収録今日はねえ香川さん文句言ってたねうん 知ってる知ってる香川さん電話で話したもんこの前何なんだろうねあダメ誰が受かったかとか言えないごめんなさい柏木推しなの俺も柏木推しふ <laughs> 柏木受かってほしいなってずっと話しての仲間じゃんずっとあいつ面白いの知ってるからただあの誰が受かったかっていうのはあのみ皆さんのご想像にお任せします いや誰でも受けられるっていう話だったんだけどね蚊帳の外とかじゃないよ別に動画出すまで言えないっすよだって配信で喋っちゃったら収録の意味がないもん頑張るよ八代さんありがとう、うん、いやだからご想像にお任せするとしか言えないよ俺の立場で、うん、こうやってねダンカンさん写真撮らせてもらったんだけどよかったいいでしょ、うん ニニコニコしてるぞ珍しく目がキラキラしてるでしょアルさんと <laughs>、うん、それはやっぱねネタバレになっちゃうからそこはみんなでこうネットでワチャワチャやってよ6月7日までぐらいにはまあ発表したいなーっていうノリうん、うん、子供みたい <laughs> よく言われる 俺はもともとタレントになりたいって言ってるよ。うん。バルさん。俺はずっと言ってるよ。配信始めた頃から。俺は別に配信者で、その同行ううっていうよりも、いろんなことにトライしたいっていうのはずっと言ってた。うん。ねえ、ゆりゆりさんね。トークはキレッキレだったよ。 あ、でもチャンネル登録600人になってるんだ。まだ番組スタートしてないのに結構増えてきたな。最初ね、俺がね、これ携わった時ね、あの、チャンネル100人ぐらいだったんだよね。6倍に増えてるな。へえー。あ、すごいな。うん。 いやまあまあだからねそれは俺はあのバルさんね俺 <laughs> ずっと言ってるけどまあまあ俺はこう何つうの融合したいと思ってる派だから俺はずっと関わってきてるわけじゃん昔から言ってたのニコ生の頃要はもうテレビの芸能人でえっと降りてくるし逆に配信者も芸能界に行ったりとかクロスしてくるだろうねって要は芸能界の最下層と配信者の上位下層がこう混ざるっていう ここに配信があるっていうイメージだっただからセンスのある人は配信きっかけに芸能界入ったりとかもあるだろうし、えー、と芸能界で仕事がなくなったら配信やってみようっていうのはあるだろうなってでこれがもう顕著になるだろうっていうで俺はタレントとしての才能はないからこの業界の中でうまく渡っていきたいっていうことをずっと言ってたのそうだからそれは何て言うんだろうネットの優位性を主張してた野田とかどれさんっていうのはまあまあいいんじゃない 面白いじゃん、うん、なんかやってみないと分かんないじゃんっていう誰もやらないより誰かがやった方がいいんじゃんっていううんだからまあ面白くなるかつまんなくなるか分かんないけどまあ少なくともスタッフ一同面白くなるように頑張ってます <laughs> みんなが「いいじゃん」って言って。 バ,バルさんがちょっとでも面白かったら「ワード頑張ったじゃん」って褒めに来てよ。なんか思ってたのと違うよって言わせたいために毎日頑張ってきたんで数ヶ月間。だから面白かったらさちょっと良かったわって。ダメだったらまあまあダメだったなって。鍵に来てよ。うん。おねそれがねこれねいろいろ話し合ってるんだけどダンカンさんって実は喋りの人じゃないのね。 苦手な人な人のだから構成作家とか俳優とか作品すごく多いんだけどあれってダンカンさんなんかしゃべりめちゃめちゃ上手くなってないみたいなそれが舞台で大受けしてんの最近で俺生で見てるわけじゃん面白いのだからダンカンさんなんかえまたなんか再ブレイクすんじゃねえのみたいな台本を作るってどういうこと そ,それってのそれってどういうこと <laughs> 何でも答えるよ海のおじさん別にあの喋れないことは喋れないっていう喋れることは喋れるっていうよ、うん、それってのそれが分かんないなどういうことだろう、うん、あのえっ、ー、と、うん台本うん台本作ってるよ <laughs> えっとそれってのそれが分かんないけど台本はあるのないのって言ったら台本あるよ <laughs> あ,あるあるああもちろんあるもちろんある 台本は確実にあります、えー、と番組をプロが作る時に台本を書かなかったら、えー、と成立しなないものなの、うん、だから台本は必ず書くむしろ今回の収録までの流れっていうのはスタッフがどれだけミーティングやってきたか、うんあのー、それこそ半年ぐらいかけて作り上げてるぐらいだよずっと打ち合わせずっと打ち合わせ。ず 企画のテロップも構成枠組みでようやくスタートしたって思ってください台本がない番組を俺は見たことがない <laughs> ダンカンがおぼけたらダンカンバカ野郎って突っ込んだら怒るかなそれもどうなんだろうね どうなんだろうねだからそういう絡みがどうなるかっていうところが面白いなって思ってるかな。なななんかかそののううまくケミストリーが起こらないいっててを期待してるその空気読めない感じになるのかいやおもろなんかこう面白いじゃんこいつらってなるのかえって芸人よりも配信者の方が面白いのとかいろんなことを考えてるけど一番嫌なパターンね一番残念で怖いと思ってるパターンが。 やっぱり配信者がやっぱり素人だったねってなったら俺は負けだと思ってる結局素人に毛が生えた感じでミーハーじゃんってなって要はダンカンさんの前とかガチガチに固まってなんつうのあ「ああああみたいな <laughs> その声小さかったりとか滑る感じになったら俺は負けだと思ってるだからなんかこう面白いじゃん配信者っていうのを理想かな <laughs> なんだこいつらこんな面白かったんだってニコ生とか見たなかったけどいいじゃんみたいになったら最高っていううんいや配信は配信好きだからバルちゃん見てるわけでしょあのバルちゃん好きでしょ配信だからそのその面白さが一般の人に伝わるかどうかっていう話よその一般的な評価でなんだ配信って面白いじゃんってなったら最高っていう そううだろうね俺は別に緊張とかしないタイプだから、うん、なんかこう配信者の独特の癖みたいな感じなんかシュールな感じとかツガいな感じとかがうまく出たらいいなと思ってるけど噛み合ったら面白くなるし。 どうなるかだよなあ,あ言われた <laughs> 今日しみじみ言われた <laughs> あのおなんか嬉しいやら悲しいやらなんだけどああトシヤンいらっしゃい波なんか嬉しいやら悲しいやらその 配信者者でで裏もも演者もできるるバランス力を持っっっっててて人少ないっすよねって言ってもらえた、うん、だからなんかこう要はう裏の動きをしっかり把握できてしかも演者もできる人って少ないっていうで両方ともできる人はいるんだけど裏方に徹することができる人は多分和道さんしかいないって言われた、うん、要は裏方の能力を把握できる人って いるんだよ演者もできて頭,頭が回る人スタッフ的な動きもできる人もいるんだけど結局前に出ちゃうっていうだから意外とそこのポジションは重宝するかもしれないっていう今後発展していったらね配信者を使う時にいやクロコに徹することができるのは珍しいって言ってたうんだからそれはいいでもそれって結局配信者としては花がないってことでしょ <laughs> でしょ 演者としての能力に振り切ってないわけだからタレント力がないっていうこととイコールだからでもねあの何、ー、だろうだから冠持てないタイプなんだろうねそのうんそうそうプロ,プロデューサーっていうかだから作る側だよね構成とかそのまあなんつのうの裏方的な動きをずっとやってきたから要はそのどういうお客さんをメインにする番組なのかのミーティングとか どういう企画を打つ打っていくのかとかそういう部分っていうのはうんえっとそれはもう募集の時に言ってる配信者が潰される <laughs> あのそういう企画だから匿名 <laughs> さん <laughs> あのダンカン塾は要は無茶ぶりに答えられるのかだからだからもうそれは覚悟してるでしょそういう枠組みなんだからあだからテクサのテクサっていうのはそういう会社だよねうん テクサはそういうい会社要はテレビからの仕事や配信者使いたいっていう時にあっせんしたりとか要はテレビの素人コーナーとかを要は配信者をプッシュする会社だからあとはまあ町会議とかも関わってるしあとはまあ普通の,あの仕事もやってるだろうけど。 だだからなんろう配信者ってどういう人なんですかっていう説明ができる人みたいな使われ方はありなのかなって思ってるね。あ配信者っていうのはこういうことをやってこういうことをやってこういうことをやってでこういう人たちですよっていう。うん うん MC もね別にやろうと思ったらできるけどやっぱりプロの人の MC には勝てないからねでも今の仕事っていうか楽しいよあのすごいあの業界の話も聞けるし逆に俺配信好きだから配信者も好きだしあのこの人たちこういう人たちですよっていう今やってることはすごく楽しいねただまあ あの露出にはつながらないけどねそれで閲覧が増えるのかリスナーさんが増えるのかっていうところに直結はしないかもしれないけどなんかこう経験としてはすごく勉強になってるからあの10年後とか20年後に生きてくるんじゃないかななんて思ってるけど花が開くといいなと思ってるね若手で飛び抜けてなんか 緑さんとか野田造りとか便所さんとかねるさんとか要は配信会の上では実力ある人がいっぱい出てるわけよひかるくんとかだからその中で回いってなんかこう中堅仮想あたりこいつ全然注目してなかったわっていうのでドカンとハマると面白いかなーなんて思っててなんかこう飛び抜けたやつ出ないかなーなんては思ってるけど。 そこはね蓋開けてみないと分かんないし、うん、本人の能力だからどうすることもできないよねだからまあまああのなんかねお役に立てることとか面白いことがあったらガンガン参加していきたいとは思ってるし。 あだから今回もう、まあ、完全に架け橋、うん。架け橋っていうよりも、だから番組作るときに、こう、スタッフさん、ダンガンさんが資料を読む、ある北郷さんが資料を読む、ただ配信分からないっていう風になってるから、こう、この人、どんな人なんですかみたいな。うん <laughs> 125万円25万円いっちゃうこの前も説明したよだから無料ポイントがあるから <laughs> あのマンスリーポイントっていうのは円じゃないよってずっと説明してるあのメガホンとか無料アイテムってあるでしょあれも加算されるからね何回も説明したよ 第2弾第3弾は今度ユーチューバー編一般人編ってどんどん枠が広がってくるからまあ多分配信者が使われるのは今回だけだと思うよもううんまあだから配信者のとして募集するのは今回きりだと思う加算されるよいっちゃんうんされるされるあのいっちゃんいつも言ってるんだけど運営さんに問い合わせたら教えてくれるよそれは うんえっとこの金額っていうのは花火のカウントをしてるからね、うん、この前も説明したよもう4回目ぐらいだよいっちゃん 具体的にうんとえっ、ー、と無料ポイントの加算っていうのは、えー、配信者が50万円引き出せるとするじゃんだけどそれは50万円分のアイテムだけじゃなくて無料アイテムメガホンであったりとかイベントごとの時に無料で配れるアイテムっていうのがあるでしょあの部分も上乗せされた部分がマンスリーポイントのだからえっ、ー、と 俺は50万円もらえるとしてもマンスリーポイントに書いてあるっていうのは必ず上乗せされてる金額のマンスリーポイントランキングに載ってたら全員あれより少ない金額が手取りなの分かった OK デイリーランキングも同じ デイリーランキングで4万って書いてあったら4万円もらえるわけじゃなくて3万8千円の人もいれば要は無料ポイントがどれだけもらってるかなな他の配信者に聞いてごらん今いるから俺嘘つかないよこんなくだらないことで隠しても意味ないでしょみんなそうだからデイリーランキングに乗ってる人マンスリーランキングに乗ってる人みんな言うよ リステリン白くなってきたって言うけどね。まだちょっと黄色いけど、俺は。だいぶ、のんちゃんも白くなってきたねーっていう。なんかやっぱり続けないとダメらしいね。ドレさんも半年は使わないと効果見えないよって。で、あの、凹凸が分かんなくなってくるっていう。うん。まあ、白くなってきたなーっていう体感はあるね。 あ下の歯がぐちゃぐちちゃゃこれが分かんなくなるって言ってたどれさんはうん下の歯がぐちゃぐちゃなんだよね上はそうでもないんだけどいやあの積み重ねていって白くなってくみたいっていうかあとねこのカメラコントラストを上げてるのねあコントラストじゃなくてねホワイトバランスっていうんだけど実際の色味よりも強く色味を出してるのえっ、ー、と簡単に言うとこうやってさ青白っていうの黄色を強くしてるのね だから、これくらい。タバコとコーヒー飲みまくってさ、これが多分実際の色味ぐらい。うん、わかる。まあ、そんなに基盤では、まあ、ちょっとタバコ吸ってるかなっていう。前でも抹茶色だったから、少し白くなったね。黄色み強くするよ。これ、暖色系の色が好きだから、北のブルーの逆ね。黄色っぽく映像を作るのが好きなの。 白い色がね黄色っぽくなってるはずなんだよこういう白とかうんでもあの本当に白くするんだったら本当のそのホワイトニングをやった方がいいと思うあくまでもそのなんだろう簡易版だからでも1本1000円するよ高いよ そうなんあいっちゃんよかったねすごいねいっちゃんねうんよかったじゃん、うん、思い出してきたんだね電動歯ブラシは俺持ってない昔高い頃買ったけどね一回2万円ぐらいしてた頃 あのブラウンのさうーんってすごいやつでもねあれよくないらしいよ電動歯ブラシってあのー、けやすりだから結局強い回転が強すぎてねあのエナメル質を飛ばしちゃうらしいねよくないっていう、うん、どういうことかは分かんないよみーすけ、うん、どういうことかは分かんない、うん、誰も分かんないよ あのコメントずれてきたらコメントで巻き返してもらわないとどんどんずれてくからね頼むよみんなあのみんなが黙ってるとこっちもね2年後100%わかるね、うん、そう振動と回転数が強すぎてダメなのあのね実はね1800円ぐらいで売ってるあの歯ブラシがすごくいいって聞いたことがあるよいや本当あの苦しいから助けてね あのコメントで戻してもらわないとこっちもこっちであれだからうんダンカンさんのつながりってどっから来たのえっ、ー、とだからえっ、ー、とある北郷さんともともとつながっていたの。である北郷さんはダンカン塾生なわけよ。要は簡単に言うとたけし軍団に入るイコール新人はダンカンさんが面倒を見るの。 でダンカンさんが認めたらたけし軍団本ちゃんに入れるこの流れ分かるだから、えー、と水道橋博士もダンカン塾生なの OK 若手はみんなダンカンさんが預かるダンカンさんのところで修行をして認められるとたけし軍団要はタレントになれる登竜門的な教育係でもあるし登竜門でもある OK である北郷さんはだん熟ん塾生だったのだ要は兄兄お兄さん先輩だよね芸,芸人のそう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 水道橋博士もだん熟ん塾生なのっていうテンプレートのことをたけし軍団およびたけしさんのファンたちはだんか塾って呼んでたのもともとずっとあるものなのこれ面白いから番組名に使いましょうがだんか塾今回の ここれをを一般ののの人にやっっっったらどううなるのかてていう企画をこっち側で作ってんの、okay、で、作んだから簡単アルさんともともとその仕事をしていってる中でそのダンカンさんと番組作りたいねっていう話になってアルさんのそのチャンネルの中でダンカンさんをゲストに招いてたの。で本来はグレート義太夫さんとか枝豆さんとか博士とかを招くっていうシリーズだったの。 だけどこれってありきたりなわけじゃんわかるそのたけし軍団さんの中で一瞬終わっちゃったら終わるわけよそう毎回ゲストに来る対談するっていう枠組みそこをなんかこう一個超えて配信なんつうんだろうその番組作りをしませんかっていうことだね風船84個ありがとういっちゃんそうなんかあったってほら早いから あの武志軍団の中でもねあの昔からいる人でしょもともとあれでしょ立川男四さんのお弟子さんだったんだよねうんえ序列で言うとタカさんじゃないかなうんでも今オフィス来たのの専務だよナンバー2はダンカンさんだよあの経営的なことを言うなら今専務になったばっかりのオフィス来たのの でえー、と枝豆さんが社長になったんだっけ、うん、炎上できる企画じゃない。えっ、ー、と、えっ、ー、とね。えっ、ー、と、要はダンカンさんはもやっと考えてたことは、これ一般人でやったら面白くねみたいなことは昔から考えてたわけなオッ OK? これダンカンさんの頭の構想。で、こっちサイドっていうのは、どういう番組作ろうかってなってたわけ。で、その中で、俺が、 配信者使っっててくださいいよってお願いした感じわかる要は俺が出たいから <laughs> ダンカンさんと絡みたいから売名したいから頼みますって「配信者使ってください」ってあ面白そうってなったわけ要は3社いるわけじゃん俺ダンカンさんとか歩きた号さんだからどのポジションで見るかによって話って変わるんだよ。要は複数で作るってそういうことじゃん。 俺は、ーうー、うんと、出る、声とか入るんじゃないうん。風船ありがとう。そう。だから、配信者を招いて炎上させようとか、ダンガンさんの、はダンガンさんは配信者ってよく分かってないんだよ。今日、説明はさせていただいたんだけど。な、な、な、何一般の人みたいな。何をやってる人たちみたいな。 だからズレが修復されていって今日だから全員集まった感じだよそれぞれが個別にやりあ、個別にミーティングとかを重ねてたのが今日集まったで収録だから別に配信者を招いて炎上とかはみ皆さんは考えてなかった俺がプッシュしたの配信者を使ってくださいって言い出したのは俺ようん テレビじゃないあテレビじゃないけど、えー、とスタッフ要は、うんとね、テレビって何なのかっていうテレビの構造もじゃあ説明しないといけないんだけどちょっとじゃあテレ,テレビって何なのかっていうのを言おうかちょっと待ってね多分ねテレビがねテレビの説明をみんなねしないと分かんないんだと思うテレビの仕組みねちょっと待ってテレビとは よいしょこんな感じでうんみんながテレビだっていうものって何,何をイメージすんのみんながさすテレビってテレビって言われて何が出てくるみんながテレ,テレビだって思うものを教えて。 そっかからら説明するから放送されるかされないかあされない、うんうん、まあずーっと言ってるけれども今回は、えー、と YouTube ライブテレビはやらせうんうんうん えっとね、簡単に言うとテレビってさまずテレビ局があるのテレビ局って分かるでしょまずテレビ局があるんですよでそこの下に何があるかっていうと制作会社があるのそこの下に。 Okay、で制作会社の要はえっ、ー、と AD とかディレクターとかそういう言葉ってあるでしょうん ADAD AD やってますとかさ聞いたことない a d a d、えー、ディレクター カメラ照明音響プロ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 デューサー要はみんながこれさテレビ的だって思うものってあるじゃん。 こういうものこういういものっていうのは制作会社の人たちのことなのこれ知ってたここなのよ OK はいはい仕事行ってらっしゃい頑張って。 こういうのがたくさんあるってことねこういうふうにありがとうあがりさん花火ありがとうございますアイテムありがとうで、制作会社が えとテレビ局っていうのはフジテレビとかさダイナミックコツ分かんないですねでこの制作会社っていうところが一、えー、つの番組を作ってそれを放映してるところがテレビ局のだから実際に打ち合わせとかをするのはここにたこのしあのこの人たちが作ってるの制作会社って呼ばれてる人たちがうん OK だからここから、えー、制作会社が今度 えっとねタレント事務所になんのかなタレントの事務所にオファーをかけるのだからみんなはそのダンカンさんがなんだかんだって言ってるけれどもそのテレビ的だとかどうのこうのとかなんか的外れなこと言ってるわけじゃん。だけど どこを指して言ってんのかが俺は分からないって言ってたのそこなのよなんか配信じゃないんだから一人で全部やってるわけじゃないからそのどど,どこがどうなのっていうそのそれが分かんないって言ってたのそこなのでタレント事務所にそのでまあまあその構成作家だの何だのっていうのがいるわけですよ OK で 今回っていうのはテレビで放映はされないですよ。簡単に言うとこのテレビ局あテレビ局っていうのでは放映はされません。うん、OK。で簡単に言うとっ、えー、とラインライブとかネットフリックスとかアベマ t v っていうのは 制作会社が番組を作っていてこのテレビ局をインターネットでやってる番組が、えー、とドキュメンタルとか代、えー、理戦争とか格闘技代理戦争とかでここの枠組みが変わったの。OK。OK。で 今回っていうのはこの制作会社の人に俺が勉強させていただいていてえー、っとこの中に外部で外部で俺が勉強させてくださいって言って入った。 こういうこと OK ああこれ潰れちゃったのかこっち側に書いたらわかんないかこういうことわかるで これは消そうかわかりづらくなる こういう流れこういう流れ OK こっち側が普通のスキームね OK でしょうかだから ここもみんなが俺が質問したかったのはよく香川さんとやり取りしたのは「ここの文句言ってるんですかここの文句言ってるんですかここの文句言ってるんですか」って「香川さんダンカンさんのことディスってるけどあの番組作ってるのは制作会社ですよね」って「ダンカンさん関係ないですよね」ってでテレビ局ってテレビ的なものが気に入らないっていうのはここの悪口なのかここなのか ここなのかここなのかそのさらに買いにいるタレントさん個人なのかだよねここの 4, 4ポイントあるとでどこの悪口言ってんのっていうところが俺の論点だったの前回のここをディスってんのかどうなのかで話変わってくるじゃんテレビそのものの局のやり方マスメディアっていうテレビっていう媒体がダメなんだよねっていうのか番組が作ってる側がダメなんだよねっていうのか 事務所がダメなのかっていう話とタレント個人がダメなのかっていう話が具体的じゃないって言ったのはこういうこと。OK。それによって話が変わってくるじゃん。 納得できただからでもまあまあう,うんまあ見えづらいよねこうなるとだから配信者ってさ簡単に言うとこれとは別のモデルでさうんと配信者のじゃあモデル書くと分かるんだけどサイサイトがあってサイトがあるでしょその次に 配信者なんだよねこれで終わる関係だからだから分かりづらいんだよねでこ,これでもう番組できちゃうわけだから YouTube なんか FUATCH なんかとかいろんなサイトがあるんだけど簡単に言うともうこのこの関係性じゃんエンドユーザーは一緒なんだけどこれでつながっちゃうから だからこの構図で語っってても意味がないいよねっていうこれだとさサイトが悪いっていう話と配信者が悪いのかっていうどっちかが悪いもしくは両方悪いって話だ。だけどこの例えの方法で香川さんがこういうディスり方をしたからそれは違うでしょって俺言っただけなの。うん だってタレント事務所のタレント、要は制作会社からこのタレント使いたいって依頼が来て、この仕事を受けますかって言ってるわけじゃん。で、まあ、その台本を、だから台本が必要なわけでしょ。こういう内容の配役が来てますよって台本が来るわけじゃん。で、こういう仕事だったら受けるっていう事務所側とタレント側の問題。で、事務所が OK を出して制作に入る。で、制作を流して、えー、放映をするのはテレビ局だから、うん。 テレビはね絶対滅びないと思ってる衰退はしてるんだけど滅ぶことはないと思う何でかっていうとコストが安い要は多くのえっ、ー、とね勝率の1%って実数にすると100万人って言われてるのよだから勝率が下がってきてるのは事実なんだけど勝率10%って1,000万人とかは見てるのね要はコストを極端に安くしてみんなが見るものを作った時にはテレビが一番コストパフォーマンスがいいとだからネットに分散化はしてるんだけど ネットってサイト運営したことある人だったらわかるけどサーバーコストがかかるのね意外と値段高いのよ、うん、あのそれはだから配信者側の目線なの配信者は無料でできるからテレビっぽいことできると思ってるけどそのんつうの設備投資のもうインフラが整ってるわけだから要はサーバーとか全部立て終わってるものじゃんあの税金で作ったものだか,だからテレビが滅びるっていうことはないうん で、制作会社が実は予算、要はテレビ局が予算を下ろすわけよ。お金の流れいこうか。テレビ局が制作会社に、いくらで作れ、1000万、よく大河ドラマ何千万とか言うでしょ。お金を払うのはこの流れなの。わかる。で、タレント事務所が個人に払うっていう。わかる。で、昔はドラマ1本に2億とかかけてたの。だから、タレントとかも、 一本のドラマ出たら数百万とかもらえてたのよ。だけど今低予算番組ばっかりでしょ。まずテレビ局自体が不景気になって CM 取れなくなっちゃったから、このテレビ局の横には電通博報堂っていうのがいるんだよ。要はえっと広告代理店がこの横にいるの。まあそれはいいか。えっとで要は簡単に言うと制作会社側が儲からなくなってきたのよ。 で制作会社側が儲からなくなるってことはタレント事務所側も儲からなくなるわけですよじゃあ何やろうかって言った時にタレントが儲からなくなったからタレントが配信者側になるこっち側になるっていう要は給料少ないから小遣い自分で稼ぐわっていうパターンが増えてくるっていうのとこっち側のスキームが増えてくるっていうのが俺の予想要は 2, 2年後3年後こうなるよってずっと言ってたことはこっち側のことだから俺は食い込まなきゃって思ったの 両方とも行き来できる存在になった方が要は仕事取りやすいでしょっていうこれがずっと何年も前から言ってきたことね、うん、要はこの制作会社側の要は配一配信者じゃなくて番組を作るっていう制作のプロにやられたら負けるんだよ俺らって。なんでかって言ったらさこの人たちってテロップの作り方どういう効果音を作った方がいいかって全部分かってるの。 だからその面白いものを作ることにたけてるわけですよこの人たちは音響1個にしてもねカメラにしても照明にしても専業でやってるわけら俺らがいくら高画質だ高画質だって言ってるところで勝てるわけがないんだよ音がクリーンでいいですねって言っても勝てないでしょだってこの人たち何十年も突き詰めてやってるわけだからでみんなが思ってるテレビがつまんなくなったっていうのは理屈は簡単今のボトム要は ユーザーのの今度目線が入ってくるのねユーザーザこのユーザーが60代とか70代が人口が多いから簡単に言うとテレビ局はお客さんが一番多いこの人たちだってもう仕事してないからテレビずっと見てくれるわけじゃんお金日本人で一番持ってるのも60代以降なのよ六十60代以降向けに作れっていう指令をしてるの制作会社が面白いことをできるわけじゃなくてテレビ局の指令なのだから あの、その業界がつまらなくなったっていう構造なの。わかるだから保険の CM、バカみたいにゆっくり喋る。わかりやすい。へえーすごーい文字はでっかくって。それがつまんなくなった原因なの。この制作会社も面白いことやりたい、タレントさんも面白いことやりたいっていうふうに考えてるの。そう。だからこれは大人の都合でつまんなくなってるの。だから、あのね、 えーと1970年代80年代90年代の30年間はみんな面白いって思わない面白い番組あったでしょそう思わないあれは何でかっていうとえー、とお年寄りたちが若かったから要は人口が一番多い層が若かったからこの人たちにやってたそ,そ,そうそうそうケーブル放送とかは別の仕組みだから尖ったことができる そうそうこの人たちは制作会社は面白いことをやりたいんだよだけどできないよねって何でかっていうとお金くれるのがテレビ局だから予算が下りないからだんだん分かってきたこれが今のネットとテレビの構造 OK で ABEMATV っていうのは簡単に言うとテレビ朝日が出資してサイバーエージェントア,アメーバブログの会社と テレビ朝日が半分ずつ出資して作った会社三の3億円だったかなうんだからすごくうまくいってるだからそのテレビとネットが融合するっていうホリエモンの予言が今やっとかなったの時代が早すぎたんだよねホリエモンが言ってたことは以上です 要はテレビ局っていうのは番組を作ってるわけじゃなくて作らせて発注をかけて垂れ流すだけなんだよ。安、う、倍、ん、は強いね。いやネットフリックスとあとアマゾンアマゾンもいいらしいよ。これからねゆっくり融合が始まっていくと思う。ネットとテレビの垣根がだんだん混ざっていくと思うよ。 コンテンツあいいいやオッケーオッケーこういうことこういうことえっ、ー、とねテレビとかじゃないのこれからはコンテンツなので制作会社っていうのは極端な話コンテンツ作品ごとに面白いか面白くないかどこでやってるのか関係なくなるテレビ局だろうが YouTube だろうがえっ、ー、とまあアベマだろうがどこだろうがコンテンツこの番組面白いよねってなる そそそそう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 コンテンテツ次第の要は簡単に言うとサイト側とかテレビ局側っていうのは面白いコンテンツ抱えたもん勝ちじゃん、うん、そうそう商品自体を作ってるのは制作会社のだから <laughs> 簡単に言うと簡単に言うとね俺らが意味わかんねえって言ってるのは 制作会社がプッシュであったりとかまあうちの段冠塾っていう2つがあったとするんじゃん全く別の制作会社なのにリスナーさんはテレビだっていうくくりでプッシュみたいになるんでしょって言ってるのは全然違うのなんでかっていうと作ってるこの AD ディレクターカメラ照明音響プロデューサー構成とか全員違うから使ってるタレントも違うだからこの構造が分かるとプッシュと比較しても意味ないよって分かるでしょ まあ作り方みたいなスキームみたいな王道みたいなのはあるからあれなんだけどだから結局芸能人がどうこうっていうディスは的外れの。 でまあ,、まあ、あといや面白いのが YouTube のタレント事務所ができたでしょそれがウームねフームだっけウームだっけあのヒカキンとかが所属してるのがこれがニュースだったの要はここのタレント事務所の枠に YouTuber っていうネットタレント専門のタレント事務所ができたよっていうのがニュースねそれが上場したっていうのがそれがここタレント事務所ここのジャンルでインターネットタレント事務所ができたって話 OK で俺はこの内部の方じゃなくて外部でアドバイザースタッフ要は外部スタッフなのだからここの人間でもないのよだから w の企画なんでしょっていうのは的外れのここの企画だからあくまでここの制作会社に配信者使うんだったら配信者のこと分かってる外部の人必要だよねっていうのが俺分かってきた旦那 そう考えるとわかるでしょ。だから俺がタレントになりたいわけでもないの。タレントでも制作でもネットでもテレビでもどこの人間でもないの。ただフリーランスで動いてる人って感じ。要は器用貧乏だよ。 そ,れはそうでしょあのー、プロジェクトごとにお金が払われるのは通常のスキームだね、うん、通常のスキームえっ、ー、とねうんと例えばあアニメも同じなのねあのアニメも制作会社ってあるでしょスタジオなんとかとかさえっ、ー、とプロダクション IG とかあるでしょ、うん、まあ、演者はいないんだけどアニメーターとかがいるわけじゃん だからまあそこの会社で考えたらいいよタレント側で考えたら、えー、とどういう形態なのか事務所によって違う例えば事務所の取り分とタレントの取り分も違うし制作会社っていうのは上から降りてくるでしでも今回は制作会社が予算を自前で用意するわけだからその裏にはスポンサーとかもいるんだよだけどまあそんな話はできないよな <laughs> 首を絞めるだけだから わかるじゃあもうちょい詳しく書くか風船プレゼントありがとうこれ一回消していいこれ一回消そうかもう一回やろううんとちょっと待ってねひかりさんアイテムありがとううん書いてくか テレビ局。お一番上にテレビ局あるでしょで、えー、っと、制作会社。制作会社があるでしょ でテレビ局の横には、えー、広告代理店、広告代理店があるぞ。で、ここに、エンド、ユーザー、操作にしようか、操作 で、えっ、ー、とタレント事務所タレント事務所タレント事務所でタレントでその下に 視聴者は分かるよねテレビも分かるとでタレント普通の人はここまでしか見えないのねで分かるテレビを見る視聴者はテレビを見るでしょでタレントが出てるってこの3つの構造に見えるじゃんだけど裏,裏側にいるものね広告代理店 これ CM を作る人ね。で、スポンサーは企業のことです。企業が広告代理店にお金を出すと。で、制作会社が裏にいますと。で、タレント事務所も見えないよね。本屋さんとかも全部こうなってるんだよ。こう見るとだんだん見えてくんじゃないのこれだけの人が関わってるっていうのが。 だんだん見えてくるんじゃないかなこれでわかるでしょ、うん、こんな感じでプロジェクトごとに例えばテレビ局がプロジェクトを立てるで、こういう番組ありますよってこの広告代理店と打ち合わせする で予算どれくらいかけましょう広告代理店はスポンサーさんを募る要はお金,を一番お金を出してる人はここねここお金を出してる人はスポンサー企業です。 出元はここですで広告代理店に払ってテレビ局に行ってテレビ局は予算を振って制作会社に行ってタレント事務所に行ってタレント事務所からパーを引いてタレントのマネージメントをやってタレントの給料がある。OK。これが通常のお金の流れ。 一般的なんだよであのこ,この方式を取らなかった番組もえー、とねネットが出てくる前はあった博士の異常な提案っていうのがねそれが特殊な作り方をしてたのえっ、ー、と企業が直接制、えー、作会社とつながったパターンだねソニーが出してたのかな博士の異常な提案はスポンサー企業側が制作会社に依頼して っていう権利を企業が持ったっていう特殊な番組だったんだよね。いやまあ普通のつながりはこのこのこのやり方が普通。アイテムありがとう。アイテムありがとう。 だから簡単に言うとさっきの話題で言うとさあの和道さんこういう話で裏方的な話できて演者もできるの珍しいですよね。配信者でこういう構造を理解してる配信者がいないって話よ。簡単に言うとこういう裏方の要は広告代理店がどうこうとかスポンサーがどうこうとか制作とかタレントとかこういうのが頭に入ってる配信者が少ないっていう話よ。で こういうのが頭に入ってる配信者もいるんだけど結局タレントとして前に出ちゃうからこの制作側とかスポンサー側の都合を考えられる人は少ないですよねっていう話がさっきの話それはなんでなんでこういうのを分かってるかっていうとうえっ、ー、とね簡単に言うと俺がここをやってたのネットバージョンのこの会社をやってたからインターネットのこの会社をやってたの だからこの構造がよく分かるの。どの業界でも。 スポンサーとか制作者の都合っていうのは簡単に言うと放送行動っってていうのを作ってるわけじゃんテレビ局テレビ局でこれは言ったら駄目ですよって言われてるのはどういうことかっていうとスポンサーって大企業なのよ大きいお金を出すから。で例えばなんだけどこのスポンサーが東,電東京電力とかやっぱめちゃめちゃ儲かってるから東京電力が広告代理店に仕事を依頼して CM を流すわけよ。 で、テレビ局に来るわけよ。だからタレントは口すっぱく教わってるの。東京電力の悪口言うなっていう。なんでかっていうとテレビ局にくれ要はそれさ東京電力の役員とかが見たらなんで俺金出してるのにお前うちの会社の悪口言ってんのってわかるでジャニーズとかタレント事務所の力がでかいわけじゃん。 ジャ,ニーズクラジャニーズの悪口も言われないでしょほら山口メンバーって言ったらこれはタレント事務所ですごくでかいから要はテレビがテレビ制作会社の御用達だからだからここの悪口他のタレント事務所が言えないよねとかそういうこと要は放送コードって何なのかっていうと広告代理店が放送コードっていうなんかややこしい言葉作ってる簡単に言うとスポンサーディスるなってこと もう超シンプルに言うとだからさあのタレントでさ要は言っちゃいけない創価学会の名前とかさだからネットは創価学会のディスとかやるけどまあテレビタレントで創価学会ディスとかありえないでしょなんでかっていうと干されるからテレビ局側から制作会社にクレーム行って「どうなってんだあそこの事務所どこのタレントだ」制作会社「ああ,あそこのタレントのどこどこだ事務所かはクビになる」これが干されるっていう現象。 だからあれでしょ一時期東京電力の悪口言うとタレントで干された人いっぱいいるでしょなんでかっていうとこういう仕組みだからうんそれはホスに決まってるじゃん金出してて何で文句言われねえといけねえんだよっていう OK 匿名さんえー、代理店や広告代理店ねテレビ局やタレントは報酬高いですが制作会社は報酬少ないように感じますかどうかしらうん えとね、昔はスポンサー要は企業側がバブルだったんですよだからもうバンバン金払ってたの OK 広告代理店にでテレビ局にお金がいっぱい集まってテレビ局成長したのだから制作会社に予算が触れたのでも今不景気だからっていうことでスポンサー企業が要は広告広告代理店がねネットを始めたのよ最近ネッ,トネットの授業に興味持ち始めてんの だからその要はね広告要は広告代理店の命令なのテレビのタレントテレビの制作者たちこっち側の人間のでかいマーケットの人に対してネットの悪口ネットは敵だって言ってるのを,を作り上げたのは広告代理店なの自分たちのシャバ嵐ラシされてるのと一緒でしょだからネットを恐れたのはテレビの人間じゃなくて広告代理店の人間なの でもこの電通博報堂の人間っていうのは頭がいいから実はツイッターとか買い取ってんのこの人だったちのよく分かってくるでしょそう小口のスポンサーが多いから結局簡単に言うと予算がかからなくてタレント要は安いタレントをいっぱい使って番組を作るっていうのが主流になっちゃったのだから簡単に言うと不景気だからテレビがだからネットの方が面白くなっちゃったの要は制作会社が直で作ってんのでそこに企業からボンって 要は広告代理店テレビ局っていう中抜きをすっぱ抜いて企業側が制作会社に1,000万払ってこれで面白いことやれでも普段その給料少ないわけじゃん制作会社とか儲からないからめちゃめちゃ貧乏なのよ制作会社とかってだからえ企業からこんなに予算もらったっつってだったらタレントにばらまいて面白いことやろうっつってやってるのが今のネットの面白いって言われてる番組。 だから、えー、と報酬が少ないのは簡単末端にいるのがタレントだからここ,こ,ここにいるからだってさ、えー、であと CM って給料高いって聞いたことないタレントってさあの CM 料取ると年間1000万とか1億円とかもらえると聞いたことあるでしょそれは簡単企業広告代理店タレントの流れだからわかるテレビ局と制作会社かまない だからその、タレントの収入が上がるのは CM 量の。だからみんな CM やりたがるの。CM が日本,あ日本のビジネスモデル、テレビの中のモデルで CM 何本持ってるかっていうのが勝負なのは、タレントはそこなう。企業から直でつながるっていう。要は花火師と、花火師と配信者の関係だよね。 今不景気で小口のスポンサーが多いから一つの番組でその分口うるさい外野が増えて縛りが多く番組をつまらなくなっていってるいやいやテレビがつまんなくなった理由っていうのは簡単えっと今度この視聴者の話になるんだけどテレビがつまんなくなった理由はえっと簡単に言うよえっといくよ 60代,の60代以上60歳以上ね60歳以上この勝者の一番多いいや人口分布図の話なんだけどこれユーザーの層ねこここの人たちがどういう人たちかっていうと。 政治も一緒,の一緒なんだけど人口が多いただこれだけ60歳以上の人が人口が多くてお金を持ってるっていうだけ政治もそうじゃんさて果たして問題です お金を一番持っている人口マーケットが一番でかいスポンサー企業側が儲かってるっていうのはこの人たちを取り込んでる人たちが企業を儲かってると思わないここでしょだから、えー、とこの60歳以上が興味持ってることは健康ヘルスケアサプリメント保険死んだあとどうしよう、ね、そういうものが CM で多いでしょ。あとは補正下着 だから番組の中でこの下着をつけるとこんなに痩せて見えるとかすごいあと健康ねフィットネスとかそれをさえっ、ー、と今見てる50代40代30代20代がそんな番組作ってて面白いと思うかっていう話いや簡単に言うと60歳以上の人はテレビ面白いって思ってんだよニンニク卵黄とかねだから俺らはつまんないの 60歳以上の人たちが面白いと思ってるの。でもこれはしょうがない日本の構造なのこれは。だからテレビがダメなんじゃなくて、えー、と簡単に言うともう金にならないっていう判断をされて切り捨てられたの若い人たちが政治も同じでしょ試してとかもそうだよねだからゆっくり喋るわかりやすくバカみたいにオーバーなリアクション簡単に言うと老人ホームだよ。今日楽しいですねー おいしいご飯ふっくらしてていいですねわあー若々しいってこの店舗でやられて20代が面白いと思う。でしょただこれだけ。あのそうそうね。プインターが見にくい。だから小口のスポンサーが増えたんじゃなくてえっとテレビ自体が大きいマーケットに対応をしているメディアに変わっちゃったの。 そこで生まれたカウンターカルチャーがネットだっていうこと要はなんでかっていうとこのお年寄りたちがパソコンっていうものを使うのがわからないから操作性が難しいからメールもできない検索もできないだから若者文化になっちゃったの日本だけだよこうなってんのだから海外のネットメディアとかは強いの人口が別に普通に多いから若い人がネット使える人が多いから 伸びづらかったただこの60歳以上の人たちこれから20年後30年後全員いなくなるんですよその時にここが弱くなるよっていう話だから日本はネット要は分かってる経営者はテレビ局と提携して新しいテレビ局の概念に投資してるのだから簡単に言うとね6 30年後どうなるかっていうとテレビとインターネット完全に融合するのだってネット番組やるよりもテレビでやった方がいいんだもん そのまま制作をネット番組っていうのはスキームとかを蓄積してただテレビに持ってきゃいいんだもんお年寄りがなくなったとネットもテレビも両方とも楽しめるハイブリッド型に変わるんだよだから俺は生き残るためにここに参入したいの個人的な仕事としてわかるこれが見えてるってことねこの構造がだから30年後40年後俺が60代70代になる頃に食いっぱぐれないように投資をしてるってこと OK? ホリエモンが早すぎたのそう簡単に言うと今手打たないとまずいですよっていうのはテレビ局を救うために言ったんだよ簡単に言うと、うん、あねアメリカ人はバカだからっていうのも今度知識格差があるのだから超頭のいい人が見る番組と超頭が悪い番組といろいろあるの 要はドキュメンタリーとか超賢いでついていけねえよっていうぐらい面白い番組もあるし、もうバカに振り切ってるみたいな <laughs>。わかる。だからそのアンコロが言ってる。だから両方とも極端なの。要はね人口分布図がこういうふうに日本の人口が多くてお金持ってる人だけじゃなくて、バラッバラにいるから、バラッバラになってる。テレビもだから弱くなってないの。ホリモンはだから、 あのテレビ局を買収しフジテレビを買収しようとしたのがこれ結局テレビっていうのは衰退するっていうのはもう仕組み上こうなってるからダメなんだっていうでネットテレビが来るっていうだから俺に買わせてっていうだからこの制作会社にも文句言わないテレビ局にも文句言わないただ Twitter にハッシュタグをつけてサイトで補足説明まあ今の社会だよっていうのを実現させるっていうのをえっ、ー、とね20年ぐらい前にやろうとしたのかな違うな20年ぐらい前か 20年ぐらい前に今のことを予想してたので実際ライブドアがテレビ局を買えるぐらいの資産を持ってたのだけどこのテレビ局代理店スポンサー全部が猛反発したのうんそうだから完全に iPhone スマートフォンの予言とかいろいろやってたんだけどホリモンはだから先を見据えてたよな、ね、完全に20年後が見えてただけ20年前にこれを把握してたの ただそれだけだ天才だよだからまあ20年間時が止まっちゃったねっていう話よだからホリ江モンなんか今再評価されちゃってるからねほらな言ったでしょってもう遅いよっていうまあしょうがねえよな ソニーを買収したい理由はあっていやただ小型のパソコンでウォークマンっていう世界,的に世界で通用するブランドを持ってて、えー、とコンピューター開発もできて全部音楽授業もできるのがソニーしかないからってはっきり答えてる小型のパソコンって何スマートフォンだよそうだからあのホリエモンのだから iPod すらなかった時だよ、うん、iPod iP だからスティーブ・ジョブズと同じこと考えてた ウォークマンっていうのがだからウォークマンフォンみたいになってたんだよ多分ウォークマンのデザインでソニーでそれを作りたかったんだよああいただそれだけソニーを買収したかった理由はプロ野球の球団の構造っていうのは赤字だけど黒字化できるって言ったの、うん、要は赤字な理由っていうのはあの経営者のバランスがおかしいって言ったのね 要は球団の癒着が問題だっつって俺が経営したらもっとでかい産業にできるって言ったの。で簡単に言うとナベツネさんっていうそのテレビ局の出資者要は新聞社のボスって言われてる人に嫌われちゃっただから結局楽天の三木谷さんはナベツネさんにまず挨拶に行ったの孫さんもナベツネさんに「よろしくお願いします」って頭下げたのスーツ着て堀江も T シャツ着て俺が買って変えてやるよって言って嫌われちゃったの。 テレ,ビテレビを牛耳ってる人でもあるのねだからこのフィクサーこの上に新聞社がいるの日本の構造は新聞社がテレビに出資してたから要はだから挨拶しない若造かっていうことで掘り物は潰されちゃったあと政治にも参入したでしょ。 ただからこう考えるとさ、その、だんだん見えてくるような。ただまあこ、これが興味ある人はなかなかコアだよな、ね。話 <laughs> 道リスナーがコアだって言われるのここだよね。<laughs> こんなのさ、配信見てるさ、10代のさ、例えば、テルチャンピン超かっこいいとかさ、はあはあしてきた、何々くんの声セクシーとか言ってるさ、ふわっちのさ、稼いでるやつらいるじゃん。 こんなの興味ねえだろよくこの話を130人聞いてくれてると思わない俺らおかしいよどう考えてもこんな話あ面白いねとかへえとか言ってるのってそんな儲かるわけないじゃん悲しいんだよもう日地産業なんだよ俺生活保護の話とか宗教の話とかだよな受けるわけないよね すっごい特殊なんだよね道の放送ってそう社会派なのかな社会派だから別に俺は社会派だと思ってないのこれが。<laughs> っていうか俺こういう話とか大好きなの。例えば X さんと話す時にシルバーブランドって何なのかっていうとこういうやっぱ構造になるの。で制作会社があってシルバーブランドがあってクリエイターがいてで企業がいてでもやっぱり買う人とシルバーブランドとクリエイターしか見えないわけよ。 でその X さんが持ってるスタジオっていうのがどのポジションにあってその間に何個も裏の,そのキャスト屋さんがあるとかそういうのが面白いの。でこういうい図がでできるのやっぱりでここの構造をこうやっていじったら面白いですよね。って簡単に言うと制作会社の人がつな、うんね、がったきっかけっていうのは YouTube の SEO 対策詳しいですかっていうところから入ったの。要は YouTube を タレントさん使っっててるのになななぜか伸びないっていうなんでだろうっていうところから普通はさだってさタレントさん使ったらさ数字視聴率が上がるはずじゃん,なんか構造の問題とかの話 SEO 対策の話とかウェブの話から入っていったのなんかどうやったらその閲覧増えますかっていう要は特殊な業界でほらやってるわけじゃんツイッターのフォロワー増やすにはどうしたらいいかとかずっとやってきたわけだから だから俺よりも面白い花のある綺麗でかっこよくて喋りがうまいタレントさんいや俺よりも上位互換の人たちが使ったら絶対増えますよっていうお話をずっとさせていただいた要は情報交換をずっとしてるハッハハしながらこの話聞いてんの変態だなおいね俺はこういうのは面白いとは思うけど受けはしないと思ってる、うん、要は俺がその要はうちのリスナーさんに経営者が増えるのはここだと思ってるの 経営者の人とかリスナーさん経営者多いでしょう,うちのリスナーさん以上に個人事業やってたりとかそれはこれ完全に要はあの大衆に受けるマーケットにやってないただだからこそ人数が閲覧が増えなくてもなんかこういい生活させてもらってるのはここなんだよねわかるみんなゴマ吸ってるよわかるスポンサーさん聞いてる 社長聞いてる社長頼みますよ社長たちだけに支えられてね主婦もね主婦もいるよね頼むよ主婦とあの社長さん俺ほんとこの話しても損しかないからね <laughs> まあでも特殊だよな和道の放送はな本当に特殊だと思うよ キッズにも受けない女子高生にも受けないよう,うんウっつってね花火ありがとうスポンサーさんありがとうあざーすいや大事大事要は業界の業界の構造とかを分析したりするのが昔から好きなんだよえ目力聞いた、うん だから要は花見投げてくれる人ってスポンサーさんだよスポンサーさん要はだから自由に喋れるわけだ自由に言いたいこと言えるってここは強みだよ配信者のしがらみがないんだもん全くない言いたい放題どんなことでも言えるよ 俺はだから、あの、ネットの強いところはやっぱそこだと思うんだよね。これがない。放送コードが存在しない。要は、うんと、ユーザーと、視聴者とテレビ、局この赤枠だけなんだよね。視聴者、テレビ局っていうのは何かっていうと、サイト、ふわっち。リスナーさん、ふわっち、配信者の3つだよね。 ネットはリスナーネットはシンプルだよリスナーフワッチ配信者この3つしかない。 要は赤枠で囲ったところだよねでもそのリスナーさんがスポンサーさんになったりするだからこう考えるとわかるでしょ花火投げる人が指示要は配信者にこういう台本を書きたいんだけどって広告代理店の属性に近いんだよやっぱり花火師さんはここに花火師さんがいるだからねやっぱりね指示を出したがるっていうのはわかる 花火師が広告代理店やりたがるうんこうやってこうグラフにすると分かりやすいな構造が見えてくるなやっぱり、うん、マウスのポイント薄いああマキロンさんあれかえっ、ー、とえっ、ー、とあれかスマホ税は線が細いのか これくらいの太さで書いてほしいってことこれくらいで書いてほしいってこと俺パソコンで配信やってるから見づらいのかもね。これくらいの太さでいいポインター。マキロンさん。OK、太めでいくわ。これでどう PC だと普通なんだけどね確かにスマホで見る分には小さいかもしんないなありがとう教えてくれてこの太さでどうマキロンさんスマホでも普通薄いおはようヒトラさん 指あーこれは無理だってパソコンのあれだからこれねあの簡単に言うとペイントだからこれはね無理だわいやこの動くみたいなやつねこれはね無理だわ申し訳ないマウスポインターこれねこれ変えられないでしょう多分そうだよねこれ変えらんないわこ,この点のことね うん確かに。十字か。本当はね、あの、フォトショップとかだったらもっとわかりやすいんだけど、それはね、マイクロソフトの、えー、ペイントを開発してる人間に言うしかないな。変えられんのかな、これ。表示。 無理だな無理だなほ <laughs>、うんとはね黒板でホワイトボードでパシンってやりたいんだけど、ね、<laughs> いやずーっとさほら俺講演会でさホワイトボードでプレゼンするのに慣れてるからさあのこういうふうにさ図で説明するのが好きなんだよ最近使い方慣れてきて打ち込み早くなってきたでしょこうですこうですこうです,うですっていう ホワイトボードにバーって書くの好きなんだよね <laughs> だから配信者がカバーしてる領域と 面白いなこの図配信者がカバーしてる領域は制作からタレント事務所ここまでがカバーしてるんだうんここまででリスナーさんは広告代理店でもあって花火師スポンサーでもあるとここをカバーしてるんだふわじやっぱりねあの リスナーさんが言うね、半分は取りすぎだっていうの、これね、俺、バランス変わると思うんだよな。うん。やっぱね、Google がやってる30%を取り分っていうのは正解だな。これね、やっぱ流れ変わるな。ここ,こね、やっぱね、30%が適正価格だわ。30%、そう思わない要はね、あの取りすぎ、50%。俺も見えたわ。 30%取り分なのが正解だな。要はね、仕事が多すぎるもん、配信者側に。そう思わないうん。30%、70%、70%の予算振ってもらえれば、要は、台本書く専業とかできるもんね。うん。ちょっと負担がでかいような気がする。あ、違うわ。違うわ。間違えた。あのね、 いやそんなことないわ広告代理店サイト側も兼任してるんだ要はこっち側やってんだ広告代理店はそうだよ広告料払ってんのあれだもんサイト側だもんやっぱ50%でも適正かもしんないうん難しいよねだから。 は企画もやってるから半分制作もやってるもんなサーバー代結構高いよ、うん、特にねあの生放送とかね動画ってねすごい重たいんだよデータ量が。 例えばね、えっ、ー、と配信の録画だけで、えっ、ー、とねうー、1人3テラぐらい使ってる。俺で3テラ使ってるから、要はタイムシフトをそのままにするだけで、3テラ分のサ,サーバー料を毎月払わないといけないわけでしょ。うん。だからそれは圧縮してたからね。だから、まあまあまあ、金はかかるよね。だからタイムシフト決して YouTube に上げてほしいのはわかる。 外イ行ってくんね。 信者の方はねお布施で生きてるんでね <laughs> お布施がないと教団維持できないんでいやそうょう <laughs> 信者ありきだから小,小包をよろしくお願いします いや、畳禁止じゃないよ。<laughs> 光さん、畳禁止じゃないよ。ただで見ていいよ。お気持ちいただけると、えー、励みになりますっていうだけで。ただも応援よ。見てくれるだけで、貴重な時間いただいてるわけだから。畳禁止なんて言わないよ。だね、10円とか20円、俺にぶん投げてくれたら、最高ってだけ。 ったな何食おうかなおい。よくよく考えたら俺何も食ってねえや今日いや食ったよマクドナルド食ってたわさ <laughs> めちゃめちゃ食ってたわのんちゃんお腹空すかない出てるかなバガーありがとう解放ありがとうアイテム何食おうかな。 何食べようかね今日何か食べたいものあるお、うん、腹空すいたなカツ丼いいねお気持ちありがとう もらいのさんありがとう嬉しいです、うん、そうそうあの配信者にはね人生かけてねあの投げたらダメよ負担はあくまでチップよ、うん、ちょっとお小遣いっていうかあのタクシー乗った時とかチップ渡すでしょ100円お釣り取っといてくださいみたいなやっぱ100円200円投げてくれたらそれで生活できるんだからさ生活できる配信やってて生活できるのも幸せだよ チップチップ 光さん、ありがとうございます。光さんから花火いただきました。ありがとうございます。光さん、ありがとう。チップ千円のチップはきまいね。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。ありがとう、光さん。すんごい。 ああそうだ T シャツ作んねえといやそうだ思い出したスケジュールこれで全部終わって1回落ち着いたからあれだよあと何日だ2 8 2 9 3 4日あるのか T シャツだうん朝の抗う,うつ状態抗う,うつう状態の直し方いやわかんないよ俺はもうあのほら寝起きでだるいってことでしょ それがもう本当に会社を起,き起きれなくていけなくてこういう生活選んだんだもん。うん。まさかね、アンチ風だったけど。いや、アンチじゃないでしょ。まあ見てくれるっていうことはアンチじゃないからね。本当のアンチは俺のこと見ないやつだよ。<laughs> 俺のことまだ見出してない。そうそうそう。いや、本気で考えたんだよ。サラリーマン生活俺だって普通に生まれたくてさ。 なんか普通に起きれて普通にできる人羨ましいなって思ってたもん、うん、ありがとうそうそう花火ありがとうそうそうありがとねそうそうでやっぱ子供の頃悩んだよガキの頃はガキの頃悩んでであやっぱ俺普通の生活ねしたいな怒られたくないなってちゃんと通えるようになりたいなと思ったけど慣れなかったんだよ 欲打つあカーマンいらっしゃるカーマン久しぶりじゃないうんうんだからでもまあまあこうやって生きてくしか、ね、なかったんだよな俺は起きれねえんだもんで起きれないってことはやっぱ一般社会人に迷惑かけるわけよいやだから、うん、俺らだから寝坊するのは当たり前だし約束破るのは当たり前だからな配信者はな その代わりねあの面白いことやるっていうのには全振りするけどうん面白いことはとことんやるけどまあ普通のことは求めねえでくれっていうか、うん、いやだ,やだろ普通普通に約束守る配信者 <laughs> そう思わない普通の人は普通に働いた方が幸せなんだよ 俺らにはこれしかなかったんだよ生き残っていくには <laughs> うんいやだからなんかいいなって思うよなんかね33でまあみんなボーナスもらって一軒家建てるかなんて言ってんだろう多分結婚もしてるだろうし、まあ、これからする人もいるだろうしっていうかまあ同級生子供いるだろうなみんなもう、まあ、絶対そっちの方が幸せだと思うけどなうん まあだから、実は今日ダありがとう光さんから2発目の花火いただきました。光さんありがとうありがとうございます。なんか、ダンカンさんがすごいいいこと言ってて、いや、卵味噌、いいくずっぷりだね、みたいな。<laughs> 何これ <laughs>。そソ,ソから2発目の花火いただきました。そそありがとう花火対決 <laughs> 花火対決始まったの。<laughs> そそと光さんの花火対決みたいで面白いな <laughs>。新しい。えー、<laughs> でまあまあまあダンカンさんが卵味噌笑いながらいいねこういうのはいいよって言うとくずっぷりがいいねってなんかリスナーさん騙してあのお金もらって企画をやらないいいじゃないかって言ってた時にポロっとねダンカンさんがねあのやねって世の中っていうのはさって。 あの「バカもクズもいっぱいいるんだよ」で一回しかない人生だからこういうのがいていいんだよ」って「いろんな人がいていいんだよ」って言ってた時にねなんかちょっとグッと来たよ俺はうんなんかこううんなんかグッと来るものがあるよねいろんな人がいていろんな考え方があるんだよって「夢見てるんだろう配信者の人たちは」立派じゃないか」って言ってたよ なんか一発当てたいんだろうって、頑張ってんだろう、有名になりたいんだろうって、うん、ありがとう風船ありがとう光さん、なんかなんかあと思ったよね、うん。まともに生きれない人たちなんだからな、これらは。 でもさ、なんかこここ最近じゃないないんかこうあのー、普通さ親がさ親フラって言ってさインターネット放送やってるとさ怒ってたじゃん最近さお母さんも出るようになったりお母さんが配信やってたりとかなんかテルのお母さんとかお小遣いくれってなるらしいのなんか親が喜んでるっていいなと思って慎吾さんも稼ぎ始めたからさよしえさん怒らなくなったじゃん最近。 なんか親孝行になってんじゃないのこれっていうか。なってねえか <laughs> 俺の勘違いかな。なんかね、やっぱその、最近の配信会なんかいい感じだよね配信やってるっていうことを堂々と言えるようになったっていうか。配信でやってますねとか、配信者ですって堂々と言うようになった。もっとなんかアングラだったっていうか、配信やってますって言えなかったもんな。 俺は言ってたけど何それって言われてたかだんねどん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 なんか配信者頑張ってこうねステップアップしていきたいなと思ってるけどなあとやっぱり過疎の人で稼げるっていうのがなんか結構でかいんじゃないかなとか思って。 なんかそう昔は過疎だとすげえバカにされたりとかしてたけど最近別に過疎でも全然いいじゃんっていう風潮が出てきて俺すげえいい傾向だなとか思い始めた。 戦後間もない昭和の時期芸人になる親のああそうだよ芸人ってよ捨て人って言われてたんだもんねうん古事やる仕事だってああそう言われてたんだまあそうだろうねだからた実は芸人さんの今のポジション憧れの職業って作っていったんだよね冷麺期の頃だからたけしさんがあの時代 もう芸人になるっていうことは恥をさらすのかって言われてたみたいだもんねいい大学ですってだからだから芸事だからな配信者もなだから関信吾がねテレビにたけしさんの番組に出た時ワンコーナー使われた時に要は「小じきだ」っていう紹介をされたの要は「ニートだ」って無職だってその時のたけしさんのコメントが「あいやよ」って「こいつ芸人だよ」って必死に表現やって お,お客さんから金もらってんだろうって俺らと変わんねえじゃねえかよって言って話題になったのそれ思い出したわだから関信号がすごい喜んでた、うん、俺はしさんに認められたって俺ら芸人2つはこういうことだよってこ,こいつは本物だよあのちゃんと芸事やってるじゃねえかよって何にもしてないやつが無職って言うんだよ部屋の中でよってこいつはカメラ回してシシシしってんじゃねえかよって金もらって何が悪いんだよって言ってたよしさんが あれはね全配信者が救われたよね本当にあの時嬉しそうに話してたもん慎吾さん何年前かなもう4年ぐらい前かな、うん、残ってるかないやーいや感動したよ 残ってるのかな映像残ってないなその VTR <ー>はいこんばんはあででもまあまあまあ俺らがその後々の,の,のなんか人気商売になるとは思うああありがとうフクロウさんパフェありがとう あの人気商売になってさそれこそ今のあでもね俺ね石川のりゆきはワンチャンあると思ってるねあの要は50代40代でも花があるからのりゆきさんはマジでワンチャンあると思ってるあの大御所みたいになるのはうーんあるなでもうん本当に低い可能性だけど まあだってヒカキンとか羨ましいよな子供たちがキャーキャー言うんだもんなはじめ社長とか女子高生とかキャーキャー,キャー言うわけでしょ絵が浮かばないもん女子高生とか小学生に「和道さんだねえ和道さんだよ!」ってならないでしょ <laughs> 絶対田舎の方とかいて「キャー和道さん!」って絶対ならないでしょ悲しいよね 同じ同じ仕事をやってて本当におっさんおばさん受けがいいからねおっさん受けいいのなんでなんだろうなおっさんからめっちゃ可愛がられるもんな、うん、40代50代のおっさんにめちゃめちゃ可愛がられるんだよななんでなんだろう なんか、親戚のこうなんつうの姉ちゃんの息子とかってなんて言うの老いっていうのなんか老いっ子ポジションなんだよね俺老いっ子感があるんいっ子感があるのかないのか聞いてんだよこっちは いい加減にしてくれよ頼むよちょっとおいっ子かどうか聞いてんだよなあ、100人見ててよなあ、苦しいんだよ、こっちは !1 時間も、1時間半も喋って、2時間も、3時間も喋ってたら、ネタなんかないよ頼むよちょっとちょっと助けてくれてもいいじゃねえかよおいっ子っていう苦しいトーク引っ張ってんだからよ何か言ってくれよ さてはないのかよなんだよじゃないよ。苦しみながら配信してるんだよこっちは。なあ楽しもうぜもっと。頼むよ。愛の出とかあるだろう。なあ。まあ老いっ子なのかどうなのかっていう苦しいワードが出てきた時点でもうなんかなんか助けてくれないのかよ。うん老いっ子ではないなとかさ広がらないよこんな100人にじーっと見つめられたら。 たまったもんじゃないよ。それはおっきい声も出すよ。ウェイクアップだよ、ウェイクアップ。うん、<laughs> あ,あごめんなさい。子供あやしてるんだね。子供泣くね。腹違いの弟感。<laughs> すげえかっこいい設定出てきたな、うん。いや、話し続けるのつらいんだよ。本当に。ん、なんつうかね、あの、結構異常なことやってるからね。4時間乾燥で喋り続けるのってつらいよ。 あのコメントあったら助かる会話だからあの次何の話しようとかああこの引き出し開けてくれんのかとかあるけどさすがにさ面白いことなんかないわけよ部屋の中に引きこもってネットずっとやってるわけだからさみんなはさ仕事行っていいことあった嫌なことあったとかあるでしょ恋愛で振られたとかないよのんちゃんはずっと寝てて <laughs> 部屋の中で1日8時間しゃべって。 ね、残りの時間12時間寝てるんだよこっちとらバカ野郎8時間毎日喋って12時間寝てんだよ残り4時間で全部こなすんだからよ残り4時間でどうやってネタ作れっつんだよ本当にそれはねみんなにとって甥いっ子なのっていうトークになってしまうでしょう、うん、あごめんなさい犬がね吠えたねうん <laughs> さんいらっしゃいうん肋骨いいよ調子うん大丈夫だよなつさんいらっしゃい 独り、うん、語りっていうかねあのね寂しいっていうかそのどんな感じっていうのは分かんないわけよ。それは子供をあやしてたりとかさ、まあ、奥様がさこう料理作ってる時間帯なのかなもう旦那さんと飯食ってるのかな分からないわけですよ僕はひたすら <laughs> ちょっと悲しくなるよ悲しい絵面見る じゃあちょっともう今日は特別ね今日だけだよこれ悲しくなるから今日だけだよ分かったもう本当にこれ見せちゃいけないやつだからはい皆さん和とつです今日はですね2018年5月の28日、えー、19時47分ですえー、っとね今ねダンカン塾が終わったんですようんいやねダンカンさんねすごいよ本当に いややっぱねプロの芸人さんって違うあのねこうスイッチっていうのかな <laughs> 悲しくなるだろう俺これ毎日やってんだぞこれのんちゃんの視点だよどう思う <laughs> なあいやあのねプロの芸人さんってすごいんだよっていや分かるだろうこの目線ないだろうこれね本当に見せちゃいけないやつなんだけど それは近所からも独り言なんだよ。これをね、百人見てるんだよ。こっち側に百人に黙られてレスポンスなかった時よ。<laughs> 俺のことどう見てるの？甥っ子ってなるでしょ。甥っ子感ある。<laughs> で、みんな知らんっつって、知らん知らんっつって。<laughs> いや、頼むよって言いたくなるでしょいや、頭おかしい人だよ。本当。いや、この目線って、だから、いや、本当にこんな感じでやってんだよ。 だから、その、すごいっすねっていうの。リスナーさんが、この遠くから見るとこんな感じでやってるんですねって。でも、これを5年間ずっとやってるわけじゃん。いや、異常だよ。だいぶ。異常。ドレさんなんかさらにコメント4時間ないからね。<laughs> やばいでしょ。コメント一切ない中でずーっと喋り続けられるんだよ。もう完全な病気なの。コメントある人はいいよ。だって会話になってるわけだから。 チャットと一緒なわけじゃんあてつ馬さんそうなんだこういう感じなんだとか言うわけでしょでもうまあ孤独だろういやなんか嫌だろ嫌だろこれを外配信なんてカオスだよこれ部屋の中だからまだいいけど外配信はまあそれはおかしくなりますわトーク力って言わないんだあれは病気って言うんだよ、うん お手はやすんじゃないよよ病病気気なんだよ病気いやだから過疎配信者が普通なんだよっていうそんなさ3人とか4人で喋り続けることができないわけじゃんだから心折れるんだよだから配信者病むんだよ配信者病むの要は何やってんだろうってなるわけよ俺何やってんだってそれは鮫島さんも働くって言うでしょ <laughs> 9年間、10年間、11年間ってやってきたら、それ働かざきゃってなるでしょ。うん、まともなんだよ。うん、<laughs> まともな感性を持ってらっしゃるんだよ。何やって、いや、すげえ虚しくなるときあるよ。ほんとに。お台場とか行ったり、表参道とか歩いてると、 なんかもうポツンみたいな「な,なんやねん」ってなるよ <laughs> カップルとか見るとね今のんちゃんがいるから幸せだけどありがとうございますハートありがとう配信会で一番成功するねえわ、うん、配信会で一番成功するないよ、うん、ないないないあのー みんなすごい人ばっかりなんだよ。金梅さん、よっさん、横山、緑、ねるさん、香川さん。もう割り切ってるから、開き直ってるから、まあうなちゃんまあ、ゆいがさん、まあ、ドルさんも、ひかるくんもそうだし。俺はね、結構ね、俯瞰して見てるよ。あのここにいる人たちが好きだから、リスナーさん、配信者含めて。 だから鏡見、か顔見てるよ、ずっと。モニターで自分の顔が映ってるわけだから。ずーっと映ってる。リア充見るとね、やっぱね、あー、なんか特殊だなーっていうか。だからね、高円寺とか中野とか行ってみるばもう最高なんだよ。同じような人間ばっかりだから。 居心地がい,いんだよ、高円寺とか下北沢とかさ中野とかにいるとさもうさ貧乏だけどやりたいことやばっかりやってるやつらがいっぱいいるんだよもう人生捨ててますみたいなさ香ばしいぜいやほんとよ下北沢高円寺中野いいよほんとにもう最高だよ変人しかいねえから下北沢楽しかったもんな まあ普通はね自分の顔見ながら話し続けるっていうのはないよね。うん、ないよね。俺らはもうデフォだよ。もう見飽きたよ自分の顔。 ゲメンじゃないよ結構きついよ <laughs> あの <laughs> 結構きついよいろいろしんどいよ本当に <laughs> あのー、やっぱ劣化がね劣化があるからうん眉毛ね <laughs> ここでしょこっちでしょ間違えてバリカン入れちゃったんだよねバリカン整えてんだけど一番短いやつガっていっちゃったああと思って うん、やっぱ目立つか言われんだよねここでしょ眉毛描いた方がいいかなそうもうこの距離のモニター目悪くするよね、うん、違和感あったでしょまた。 慣れてくんだよな最初配信者デビューした時初々ううしい気持ちでやってたよもう,もう歯磨いて歯磨くんだよこれわかるマータンもそうだったでしょ配信始めた時なんか知んないけど配信始める前にシャワー浴びるの歯磨くの <laughs> でちょっとワックスとかこうやってみんのやったマータンもそうでしょなぜか歯を磨いてたんだ 磨かねえよなだから上半身裸で配信できるようになり始めた頃がだんだん中堅に入り始めるポジションだよね。最初服とかも選んでたもんね。本当に。これはね配信者あるあるだからねみんな分かるって言ってくれるはずなの。なんか勘違いしてんの。今日は撮影みたいな <laughs>。でもねルーティン化していくのよ。日常化していくから。俺今ハーミーが 歯磨く前に配信つけるもんね起きたらまずパソコンやっぱカチカチってやって「お,あおはよう」っていうもんねそっからだよな配信中心の生活にはなってるよな悲しいことにでもね配信は生活を変えるからね あの配信やってなかったらモテない人っていっぱいいるよ。配信をやってなかったら。配信で有名だからあれだけどだって金梅さんって素人童貞だったんでしょ配信始めるまで。よっさんもそうでしょよっさんとか金梅さんいい女の子とか綺麗な女の子とか連れて歩いてるよ。街中でちょっと一緒に飲んだら10万円とかくれるんだよ。リスナーさんが。サクセスでしょ どう考えてもよっさんの人生お配信変えてるもんね確実にだってバイト先でよっさん働いてるさそのよっさんが配信者じゃなかったらさよっさんかわいいとか言わないでしょみんな言う言わないでしょかわいいかわいいって言われるわけじゃんバイト先でよっさん働いてたらどどう思う うんうんいや毎日をまあ携帯の場合はこうだからねはい皆さんこんにちはってスマホはだからやっぱ注目されないけどパソコン配信者は言われるよねえいやだから何も持ってないやつはやるべきだよ配信をやることがねえんだったらまだましだと思うようんあ好評 うん、よかったよかった、うん、ね色落ちがね激しいけど、うん、よかったよかったあでもまあまあ若くはなるかもね配信者あの 見らられれるることに慣れてるからねカメラをずっと意識してやってるからテレビタレントとかも若いもんね意外とだから配信者ってこう年の割には若い人多いよそんな気がする あれのりこ P の P ってどういう意味なののり P の P。あ、のり P の P なの <laughs>。腹立つわ。<laughs> <laughs> ツイッターがのりこ P って書いてあるから <laughs> なん、プロデューサー目線と思ってたの。これ、のんちゃんのツイッターアカウントなんだけど、俺よりフォロワー多いってどういうことだよおかしいだろ。<laughs> なんで俺よりフォロワー多いんだよ、お前。のりこ P の P が、 のりピーの P なんだね知らなかったなのんちゃんのツイッターの方がフォロワー多いってどう思うみんなだって昔からやってるからしょうがないうん素人に負けてんだよ <laughs> リスナーの方がフォロワー多いって悲しいなリスナーの方がさな彼女だわ残念だね 俺も最近パソコン配信デビューしたんですけど、なんか生活の感覚が配信中毒を起こした。今のうちにやめとけ。柿ピーのピーね。<laughs> 柿の種、うんうん。みんなツイッターフォローしてね。頼むよ。ツイッターフォローして。ツイッターアカウント持ってる人は。 いやーそうなんだよね。なんかね、のりこファン結構いるんだよね。俺より好感度は高いんだよ、なぜか。なんでなんだろう。まあ、あれか。リスナーさんだ、もうリスナー10年やってるから、みんなの気持ちわかるんだろうね。あと、でしゃばらないからね。配信に。ああ、面白かったね。マーボル工房のくちぐ。あの、金梅さんがね、光くんのお店をディスするんだよね。あれ面白かった。 ということで、えー、そろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。えー、Twitter、YouTube、ふわっちのフォローよろしくお願いします。弾丸塾頑張るんで、ぜひチェックしてください。弾丸塾はね、えーと、ある北郷さんの YouTube チャンネルで放送するんで、そちらも Twitter、フォローよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様です。ありがとう。